はあ、コンパンチュ永遠髪とかしてるのかわいい。帰宅配信間に合ったお疲れ様、やっほー、シャケヨだ髪と一緒にいいねも伸びたわけですね、うまいたアホ毛って言われた、ほんとだ、ボサボサ。明日用のレインコート買ってきた。確かに傘ね邪魔だからね、ライブ見えなくなっちゃうし、さしてるとみんなレインコートを買うんだ雨なのあれだけど、雨なのあれだけど明日行こう、やった。トラ誰だろうこれ、これピーナ、明日はお仕事です、雨天決行、雨天決行しよう。物販は絵のあるとこ、さすがにあると思う物販も雨びしゃびしゃの中やられたら、それはまあそれはそれでおもろいけどチェキ壊れちゃう。雨の野外は思い出になるやつ。私雨の野外なんてやったことあるかな、今までない気がする。お団子頭かわいい。羊か、今は何ですかこれは。お腹空いた。夏染め略して夏目ってことで、僕のこと考えてライブ楽しんでください。いけないのでマロタ略しすぎでしょ夏染めだってもうだいぶだいぶ略されてるのに。あーキサキごめんね、いつも聞いて。キサキキサキコロリンチョヤッホー、たまきくかわいい、勇気。チェキのポーズ初回はエビ釣りにする予定だったんですけど、結局まだやってないですねエビ釣りジャンプ取るの難しそう。マジ前髪終わってんだけどなんか両方こっちに流されてる。やーやー、最近可愛いなってなったので明日初めましてすると、わー嬉しい、楽しみ。ピカチュウサングラス、トラーラさん画質めっちゃいいらしいね。チェキちゃん画質良かった、すごい。あ、本当あれはね作り込まれたアプリでしたいやなんかさ、 アプリってさってなんか言うのもあれだけど、なんかそのまま よくこんな不具合あったまま実装したねっていうアプリいっぱいあんじゃん。そうチェキちゃんのアプリね、もうなんかこれってここ大丈夫なんですか、あここはこうこうこうなので大丈夫です、あここはこうこうなった時って大丈夫なんですか、あそういう時はこうこうこうみたいな、もうなんかねハプニングに対してもう全部なんかある程度の対応全部あるし、そう画質もいいし、そうなんかフィルターつけられるように今作ってるんですとか言ってね、なんかすごかった。そうこんなにオンライン特典会アプリは発展してるんだって思いました。お腹すいたお腹すいた、普通にチェキ取る鳥取る鳥チェキちゃコスパいいらしいね。そうそうなの、まあ確かにコスパいいかどうかわかんないけど、うーんまだなんか何分でいくらとかも決まってないからあれだけど、1対1だからね、そういいよね、いいな。サメ欲しい、今日も可愛くてニコニコした、嬉しい。ルカちゃん頻度はワンバイメンバーで揃える感じ、チェキチャかな、多分そう。リマこんばんは、屋根ころ私得過ぎてありがとう、ほっぺ近くて可愛かった、そう屋根がここに来たそう屋根ころ推し地味にいるよね。レピーです、可愛いコロちゃん人影、いや赤ピンクは似合う人限られるんだよ、本当に可愛いコロコロだから似合う、嬉しい赤ね、今職場の先輩にインライン見せたら可愛いって言ってた
何しとんねん雨の物販やべえ土砂降りの。トイレに行って帰ってきたらコロンチュがめちゃめちゃ可愛い髪型になってたイエーイ。コロンチュは湿気で前髪終わりますか？終わる終わる。これだってもっと綺麗な前髪だったの。まだ崩れてないけど、そのもっと綺麗な前髪でケープでバチバチってやってたんだけど終わりましたね。まあ寝てたのもあるけど、すごいね。確かにアホ毛、アホみたいな髪型してます。一目惚れして最近フォローしました。嬉しい。そうやってコロンチュのファンが一人って増えていくんだね。まだファンじゃないか、フォローしてくれただけか。フォローしてくれただけでも嬉しい。コロネちゃんの久しぶり、絆の力、やっほー。涙袋最強。得点返って屋根あるの、同じこと聞かないでよコロネちゃんなんか食べてるとこ見たいです。そう、コロはお腹空いてきたから持ってきたよ。今日撮影でね、ケータリングみたいなあの軽食もらって帰ってきた。うわー、しびれとるがな。見て、わー、なんて映え飯なの、フルーツサンド。あー、やだ。あとモスバーガー、たこ焼き食べてきた。たこ焼き、スイスからのご挨拶。スイス、スイスってスイス語。第一嬉しいけど緊張しちゃう。カロちゃんね、わかるよ。ビデオ通話ってさ、何なんか、まあ、直接もさ何喋ったらいいんだろうってなるけどさ、ビデオ通話も緊張しちゃうね。ワンバイデビューしてから明るい色が多かったけど、コロ寒色も似合うね。そうなの。でも青だけはマジでみんな微妙な顔してた隣コロね、お前は青じゃないみたいなコメントいっぱい来た。つらだったコロンチュの影響でインスタライブをイヌスタライブって言いそうになっちゃう。イヌスタライブ、トダコロ、トダコロだよ。俺はもうファン、ファンになります。可愛すぎます。だって嬉しい、嬉しいよ。今ご飯食べ終わった。美味しそう。最近フルーツサンド流行ってる？フルーツサンドめちゃくちゃ流行ってるよ。死ぬほど流行ってる。私流行り物、流行り物、流行り物、あ、流行り物、何流行り物、流行り物嫌いって言いそうになったけど、嫌いっていうか、なんか流行ってる時になんか乗れない。全部落ち着いてから行く。でもフルーツサンドは普通にあんまり興味ない。甘いものあんまり興味ないんだよね。あとフルーツサンドって、フルーツサンドって、セブンのイチゴのサンドイッチでいいだろ。福岡にも来てください。福岡行きたい。子猫保護して名前コロネにしたかったけど却下されたから、こっそり自分だけコロネって呼んでる何それ、子猫保護したの、かわいい。嬉しい。ペットにコロネってつけてほしい今日は昨日の残りの豚キムチ食べてた。映えね、映えなくていいんで、うまいから。さっきキウイのフルーツサンド食べた。おしゃれかよ。めちゃくちゃ自分が画面に映ること耐えられそうにない。あ、でもね、あのお客さん側は顔見せないようにできることもできる、できることもできるだし、自分の画面はちょっとなんかここら辺でちっちゃい、本当になんかLINE ビデオ通話みたいな感じ。そう、今日は冷凍マンゴー食べた。冷凍マンゴーはうまいな。青髪の時すごい好きだったよ。おお、数少ない青髪勢。コロも青髪好きだったのに。いつかコロは赤色担当じゃなくなったら、まあ赤色担当のままでもいいけど、水色したいんだよね。最近薄い水色流行ってる。でこれってどうやって食べるの、絶対食べるのむずいじゃん。これって1個なの、あ、これで1個なの、うん、いつも通りここベッドの上なんですよね。
チェキチャって画面収録できる画面録画はできなかったはず。でもなんか iPhone って何でも画面録画できちゃうのね。そう、あれ画面録画できないんだっけ。画面録画はできないのか。スクショは撮れるけど、でも一応なんかね、録画が購入できるのかな。そう、まあ、一応そのなんか話してるときはまあなんかチェキ会みたいな感じだから、チェキと話す時間の値段みたいな感じ。そうで、あ、また見返したいなとか保存したいなって思ったら録画が見れるんだっけ、買えるんだっけ、ちょっとそこら辺はもう覚えてないけど、そうって感じかな。うん、酸っぱい。わかんない、すごい酸味に敏感なお年頃。そんなことはないけど、セブンのいちごサンドイッチは普通に美味しいね。コロネちゃんについてアイドルという情報しか知らない、ライブとかのイベント情報ってどこでわかりますか。おー、いい質問ですね。ライブとか会えるイベント情報は基本的にツイッターもインスタも告知してて、まあ、ツイッターはグループのワンバイワンの公式ツイッターがあるから、もうそこに飛んだら一発でもう告知しか載ってないけど、私もツイッターで告知してるし、インスタはハイライトにまとめてる、ワンバイ告知っていうところにライブ情報が載ってます。ぜひ会いに来てよ。でも最近そう、コロンチュ芸能っていうか芸能5年経ったのか、5周年、6年目じゃん、やば、6年目だけどさ、やっぱこうやってさまだ続けててもさ、新しいお客さんがさ一人ずつ増えるってとても嬉しいことだから、なんだろう、どれだけ長くやっててもなんか出会えない人には出会えないしね、嬉しい。ワンバイが福岡行くなら俺も行くわね。みんなで遠征したい。札幌行きたいのでワンバイさんお願いします。私も札幌行きたい。リュウメコロとチェキ取ったことないはず。すごい、なんか卵生地みたい、オムレットみたい。ブーンって言われた、懐かしい。なんか私答えるごとに前ブーンって言ってた気がする。ハッシュタグワンバイスケジュールで検索、そう、忘れてない時はワンバイスケジュールっていうハッシュタグつけてツイッターはツイートしてる。チェキちゃん思ったより良さそうだからちょっと緊張するけどやってみようかな。ぜひね、直接会える人も会えるけど楽しみ、超楽しみ。怪獣みたい。ワンバイの LINE 絶対コロネちゃんから返信来ないんですけど、なんでですかね。マジ？なんかあれめちゃくちゃ波あるよね。帰ってきたら食べてるコロチだった。何食べてるの？フルーツサンド、いちご。まあ公式さんがまとめてほしいもところであるんですか。え、公式まとまってるじゃん。もう公式のツイッター開いたらもう告知しかないからさ。そうだから、ワンバイの公式ツイッターはみんなチェック、よろです。もう6年目なんか早いなね。まあ1年フリーだったけど、録画後から買えますよ。期間限定とプレミアムでずっと見るプランがある。へえ、詳しい。まあ、他のアイドルグループさんとかもね、チェキチェやってる人いるもんね。今日アクスタ届いた、だってありがとう、アクスタ買ってくれて嬉しい。トニックニュース、マコ以外と撮ったことないです。あ、そうなの。
リュウメさん一生顔わかんねえと思って、あの人リュウメさん、この人リュウメさんって聞いて全員違ったまこちゃんに、はあ、すごいコメント追いついた。納豆好きですか？納豆好きだよ。ね、この漢字読めない。既読の木出る気質、意味はわかる。関ちゃんいつからとか決まってたりする？まだ出てない、いついつ開催しますみたいな告知があるはずです。告知するね。気質で合ってた。ミスド何が好きですか？ミスド？あれ、まあ、アンパイにポンデリング、あれあれあれ、フレンチクルーラーじゃなくてハニーディップ、一番カロリー高そうなやつ。姉さん久々、やっほー。 UT.world だけじゃわかんない。わかった、待ってるね。えらい、待つことができる子。コロンチ個人チャンネル始めてほしい。こないだ質問でも言われたから、今月中に始めるって言ったよ。楽しみにしてね。ディズニーとかでコロネちゃんと遭遇したい。ディズニーね、行った時さ、誰かいるかなって思ったけど、友達も誰にも会わなかったし、誰も会わなかった。でも一回前にね、ディズニー行った時ね、そう、ツイッター見てたらね、ファンの人もね、ディズニー行ってた。会わなかったけど。ディズニーって結構、ね、知り合いとかに会うよね。7月10日は納豆差し入れでいいですか？わろた。7月10日は来るの？やってん。マジレスすると、生物、食べ物、腐る食べ物 NG なので、まあ未開封のグミとか納豆をちょっと水の半分チョコかかった、突然食べたからお腹痛い。水の半分チョコかかってるやつ好き。え、それフレンチクルーラーじゃないの？フレンチクルーラー。そういえば浴衣ランチ、コロンチ2枚来たよ。おお、一部と2部1枚ずつ。ごめんな、推しじゃなくて推しじゃなくてごめんだけど、浴衣ランチのコロンチは漏れてたから、あれは推し以外 に当たっても大丈夫なはず。ハニーディップ、おじさんも大好きハニーディップね、あれすごいね、あのなんか良くない良くない味するよねお太りになられる味する。でもフレンチクルーラーも好き、ポンデリングも好き。忘れちゃったと思うけど、東京と名古屋のサメカレーバイト応援してくれるって。あ、覚えてるよ焼肉屋、居酒屋だっけ、焼肉か居酒屋どっちか覚えてる覚えてる。あれ、なんか、え、バイト先の先輩って死ぬかなかったっけ、違うかな。日付言ってくれればエンカウントしたのにエンカウントすんな TikTok 更新しますか？ TikTok ちょっとお休み中、やっぱ TikTok 向いてないのよこっち TikTok 向いてない。でも YouTube 撮るようになったらさ、 TikTok もさ、なんかついでに撮ろうみたいになるかな関ちゃんリクエスト送信しましたって出てしまったのですが、届いてたりするんですかね。え、どういうこと？ワンバイにってこと？送れるんだ。
全然受け付けてない時の、受け付けてない時の通知は多分来ないと思う。キリちゃんとサキちゃんとキリちゃんは1枚ずつしか来なかった。まあそういう駆け引きよでも出たんだったらよかったね。4月10日行くと思います。嬉しい、やったね。浴衣ランジャケ発送されないんだけど、追加購入待ちとかじゃないよね。追加購入待ちということ、最初普通に売りましたって時に買ったってこと、それとも一旦みんなが発送されたって言った後にもう一回買おうって思ってもう一回買ったってこと。居酒屋とか行くんですか。行くよ、コロナだから全然行ってないけど。去年までは学生でバイトしてたけどもう社会人になっちゃった。あら、バイト選手じゃなくなったのね。冷静に見たら変な髪型すぎてやばい。コロチを好きになって1年経ちますが、未だに会いに行けてないので、今年こと行きたいと思います。本当に応援します。嬉しい、そうだよ、会いに来た、会いに来たよ。コロンチュー、まゆちゃん、やっほーまだ1回しか会えてないからチェキチャで覚えてもらえるように頑張ろう。嬉しいね、逆になんかチェキチャの方が覚えられるかも、わかんない。まあなんて言うんだろう、生の物販は物販でチェキチャチェキチャで、なんかさまた別現場じゃないけどさ、そう違うところだからさ、チェキチャで来てくれた人だっていう覚え方ができる。チェキチャさ、その、まあ、ニックネームとか名前とか見れるからさ、やっぱ生であって顔は覚えられるけどさ、名前何々ですって言われてもさ、そう頭の中で文字に変換して覚えないとって、何言ってんだ文字で見た方が覚えやすいし。今年の目標はコロネちゃんに1回でもいいから会いに来るね。いっぱい来て、いっぱい、1回じゃ足りない、でも1回でも来てくれたら嬉しい。こんばんは、髪色綺麗、アッサン、やっほー、ラベンダー。こんばんは、7月11日にちんちんの夜は行きますので行きますわ、やったー。そう、今月は明日夏染め、10日横浜で無料チケット無料ライブがあるのでみんな来てほしい。10日で11日はキルトワンバイの定期公演主催ライブ、昼はミグマシェルターさんとのスリーマン、夜はキルステワンバイツーマンです。であと7月18ぐらいにもライブなかったっけ、楽しみ。髪の色いいですね、イエーイ、みんな褒めてくれる。バイト頑張ったからアイス食べちゃったかわいい、私何も頑張ってなくてもアイス食べるよつらい。出張中なので次回は7月10日楽しみにしてます。ああそうなのね、でも10日来れるんだったらすぐだ。チェキチャでコロチと初対面だから、それまでに自分磨き頑張るんだ。かなちゃんですって、会ったことないの、売り出してすぐ買ったけど発送されない、運営が俺が追加で購入するまで発送待ってるとかじゃないよね。そんなそんな個人情報把握してないと思う、わかんないわかんない。とりあえず何枚だけバーって普通に発送したんじゃない、ちょっと発送状況は私にもわからないから、それなりに待ってみて届かなかったら問い合わせてみてください。
認知してもらえるようにチェキ行かなきゃ認知してるよ。久しぶりに来ました、嬉しい。まあコロもインスタライブあんまり頻繁にやらないから、現場でネームプレート作って会うね。ネームプレート7月10日行きますね。だってやったん、ピロティかな、これは10日優先買った、イエーイ。でも優先チケットでも2000円なんで安いよね。広島来ますか、広島行きたい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 。ワンバイの YouTube 見ました、ありがとう。そうだ、新しい投稿公開されたの見ましたか、質問コーナー前編。会ったことないの、そっか、かんちゃんです。なんか会ったつもりになってたわ。昼間は仕事で行けないので、だから夜マイマイ行ってきます。行ってらっしゃい、今マイマイ行ってらっしゃい。コロちゃん今日も可愛い、最近漏れてる、てか夏だから痩せた、マジ夏バテか分かんないけど、マジ食欲がない、今めちゃくちゃ食ってるけど。ライブってルールとかあるんですか。ルール、まあなんかライブ会場とかイベントによって大体ある程度あるけど、まあ大体みんな一緒。てかコロナになっちゃったから、今まで OK だったなんかなんていうの、なんかなんて言ったらいいかな、まあ声出し禁止とか、まあなんか頭上でなんかステージが見えなくなるようなうちわとかペンライトはまあなんかここら辺でやるのはいいけど、あんまそうなんていうの、コンサートジャニーズのコンサートと一緒そう見えなくなるような大きなものはそう掲げないでくださいとか、コロナだから声出し禁止ですとか、まあ、ジャンプ禁止ジャンプ OK は最近分かれてるかな。そう、まあ、あとなんかバンドとかでよくあるさ、なんかファンの人がなんかファンで担ぎ合ってなんかモッシュしたりとかさ、そういうのなんかアイドル現場でも OK なところあったけど、まあ、最近はもうソーシャルディスタンスでその場を一応動いちゃいけないとこの方が多いから、そういうのはできないな。まあもう基本普通なんか常識的なライブハウスのルールみたいなのはある。優先買ったので仕事でライブ行けない、そうなの、つらい。そうです、ピロティです、ピロティ、イエーイ、会える。毎週1回やってくだされば十分多くてありがたいですよ。週1でやってないよね週1もインスタライブやってない。なんかアイメイク少ない、取れちゃったのかな。見たよ、めっちゃ面白かった。面白いとこなんてあったっけ質問コーナー、バテないようにね、夏バテ。戸田ちゃん、やっほー、とんちゃん元気。てかコラネちゃんとお話するの楽しいって毎回思っております、嬉しい。そうキリちゃんのついでで来てくれるって勝手に勘違いしたからちゃんとコロンチにも会いに来てくれてたみたい。ライブで声出せないのもどかしい、そうなのよね。でもなんかまあもうちょっとしたら緩くなるんじゃない、ワクチンとか、まあマスクしてればある程度はね、まあでも飛沫でなっちゃうか。こんばんは、トナさん、やっほー。今月は10、11、17行くんですけど、24、25は仕事入れても大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です大丈夫です。自分でかすぎて頭一つ抜けてるから前行くの禁止やった。そんなのあるの、かわいそう。関係ないじゃんね。まあなんか自らさ、自分身長高いからまあ後ろの人見えなくなっちゃうし、ちょっと端っこで見ようかなとか自分で加減するのは分かるけどさ、禁止
禁止にされるとか嫌じゃない普通に。ジャニーズで例えること多いけどジャニーズ好き？ジャニーズね、中学校の時にカトゥーンオタクだったけどそれぐらい。それぐらい。仕事終わったこんばんち、やっほーん、いっち。大抵非公開って書いてあったから迎えながら知る。ライブが何番手か。ああ、無料ライブか。そっか、大抵非公開なのか。まあスリーマンですね。シュレイヌさん、シュレイヌシュレイヌモノクローンさん、頑張る。超嬉しい、超楽しみ。対バンの時ってワンバイ終わり次第で特典会始まるから、ワンバイのお宅はその特典会の時間に合わせて会場抜けるってこと？ん？全然日本語頭に入ってこなかった。ワンバイ終わり次第特典会始まる。ああ、そうそうそう、平行物販って言って、そう、対バンライブあっていっぱいアイドルちゃん出てる中で、ライブがワンバイのライブ1時にありました、1時半に終わりました、特典会2時からですってなった時もライブは続いてるけど、そう、並行でワンバイの物販は始まるから、そう、ワンバイの物販行きたいなって人はそれに間に合うように、そう、特典会会場に行くって感じです。11日は特典会だけ制服ですか、それともライブもですか。特典会だけのやつまだ食べてんだ。これ2個目だから、じゃあなんか2個入ってたから。それはパンですか？サンドウィッチ、フルーツサンドウィッチ。ごめん、禁止にはされてない。セルフ禁止。あ、セルフ禁止ね。番号順なら好きな位置で良さそうですけどね。せやな。一番手だったら絶対見れない。どうなんだろうね。シュレイヌ、ワンバイ。どっちかな。理解しました、完璧。制服決まった？制服一応うっすら決まってる。うっすら。髪型決めてない。制服の髪型って何？ポニーテール。ポニーテールさ、チェキ漏れないからやだ。好きなんだけど映んないんだもん、うちらにも。展開だけなの？キルみたいにステージも制服じゃないんですね。だってさ、なんだろう、まあ、キルはもうさ、まあ王道可愛いだしさ、何言ってもライブ成り立つけどさ、ワンバイがさ、それぞれさ個性豊かなさ制服着てさ、アンビションとか歌ってもさ、なんだろう、ステージ映えしないじゃん。まあなんか普段着てるファンの人は違う衣装でライブしてる姿が見たいって思うかもしれないけど、そう、ライブがよく見えるのが一番だから、そう、アンビションとかうちらめちゃくちゃ踊るしさ、そう、ライブ衣装の方がいい。10日間に合わない説あるわ。とりあえず横浜に行くけど間に合わなかったら焼肉食って帰るわ。なんで横浜行って焼肉なの？中華じゃないの？でもそうやって間に合わないかもしれないけど、とりあえずチケット取ってあるよみたいなのもね、本当に嬉しい。行けたら行く。強めの方ね。来ない方じゃなくて。ライブ間に合わなくても特典会は絶対行く。素晴らしい。紫バチカワ、イエーイ、イエーイ。髪色かわいい。色どれくらい持ちますか？うん、でもこれ2回シャンプー、2回だっけ、シャンプーしてこんぐらい落ちた。もう1週間経ったら結構落ちそうだな。まあでも色落ち前提で染めてるから結構濃いめに入れて、だんだん
明るくなっていくの楽しむって感じ。エクステのとこ結構青いね。コロチはいつでも鬼かわいいよ。うれぴー、もうちょっと帰ってきて寝落ちしてしまったから顔死んでたり死んでなかったりするけどね。はや、コメント追いついた。みんなコロのインスタライブにおいでなんで髪色変えちゃった、また特典会顔出さなきゃってなるやん。そうだよ、新しい髪色コロンチをチェキに収めるのだ。コロチ来れた、リャッホー、リュー、リューボーイ。再来週のやつが久しぶりにライブ行けない。あら、そうなの？再来週？ギガソニック？ライン？ライブかな？ありがとうございました。楽しかったです。明日頑張ってください。私も試合頑張ります。試合なのね。試合なのね。私はコロチにいつ会えるのだろうか、今すぐにでも会いたい。いつ来てくれんのよ。ウケる、チェキ取りたい、特典会参加するした噛んじゃった、それしか嬉しいこんばんは、ヤッホー。ギガギガソニックのやつ、あれね、あれも豪華、いい対バンって感じで、あれも楽しみ、全部楽しみ。ではそろそろスクショタイム。確かにスクショタイム、最近めっちゃ行けてたから悲しいね。めっちゃ来てくれてた、やっぱなんか別に1回でも2回でも来られる時来てくれれば嬉しいけど、安定的にいつも来てくれるファンの人ってマジで嬉しい、安心する。毎回今日は保留とか思うのに結局行ってるわまあこれも行けたら行くかとか言っといて必ず来るやつでしょ本日も顔面が最強ですね。全然です、好きですかは、ヤッホー、ケイ。いろんな髪色コロンチのチェキ集める遊びしたい。確かに髪色めちゃくちゃ変えなきゃ。わー、ルアンちゃん、ルアンちゃん嬉しい。なんでなんで来てくれているんだ、ルアンちゃん。この間へいへい行きました、買いました、ジャージワンピース、楽しみ着るの。トニーこんにちは。10日の現場、劇場スタッフが元同僚だから会いに行きたい。10日の現場、横浜元同僚働いてるの、すごいかわいい。デビューライブ行ってからしばらく行けなかったけど、あら、そうなんね。毎回安定で行けるように仕事頑張るわ、とりあえず応援して、ファイトー応援してって苦手なんだよね、頑張れって感じいやでもほんとね、そうやってもうこの人はもうワンバイに来るために仕事頑張ってるんだろうなっていうのがね分かる人嬉しい。別にそんなワンバイ中心の生活を送れってわけじゃないけど嬉しいね。最近のライブは割といる方かな、全然いる方でしょ。暗髪も可愛くて好き、タガちゃん、ずっと見てた、今来たの、どこ行ってたの遠征できるようにバイト頑張る、バイト頑張れいやでもまあどうかな、私アイドルにハマったこと、カトゥーンはハマってたけど親の影響だし、お母さんが全部ねチケット取って一緒についてくみたいな感じだったから、自分のお金でライブは、まあ、バンドとかかな、バンドは結構行けるときは自分でチケット買って行ったりとかしてたけど、でもバンドもさ、まあアイドルって結構頻繁にさ週1とか少なくともライブするじゃん、バンドってさライブの本数少なかったりするじゃん、まあ、月1とか。そうだから逆にさ、もっとさ自分のスケジュールとさ会う日が少なくてさ、だから結構こまめにチェックしてさ、そう、はあ、この日休みと会ったみたいな、チケット取れるかな行こうみたいな、そう感じとか、ね、
あ、甘いもの食べたらしょっぱいもの食べたいなと思ったらモスバーガー目の前にあるよ。でもこれね、なんかね半分サイズなの、カットされてるの。カットしてくださいって言って注文したやつなのかもしれない。私はパスタが好きです私もパスタ好き。推しのために仕事頑張ってる。いやマジでルク君は推しのために頑張りすぎでしょ。見つけすぎだよマジで。戸田さんは女神みたい。今日はアットミンの集まりがありまして。あ、そうなんだ。アットミンのみんな歯科用器具はありますか？歯科用器具はありません。制服の時も集合取るよ。レッチー集合マジクソ高いもんな。集合取ってくれる人全員神様に見える何パスタが好きですか？うーん、美味しいタイプのウニパスタは安定。てかもうウニが好きだからね。まつげ取れた。いやパスタマジ何でも好き。あ、でもペペロンチーノとかね、ペペ玉ってやつが好きなの。ペペロンチーノに卵入れたやつ。あと普通にって全部普通にって言っちゃう。なんだろう、たらこソースもめっちゃ好き。あとペスカトーレとか大好き。集合常連かな集合常連。そろそろ俺も何か貢ぐかな。コロニですか？コロじゃなくですか？そう、でも普通はさ、別にコロのファンの人に貢ぎオタクいないのはあれなんだけどさ、貢ぐ、まああげたいものがあったらあげるけどさ、でもプレゼントあげるよりさ、チェキ取ってあげようって思う人の方が多いからさ。そうね、珍しいよね。チェキも取ってプレゼントも買って、待って財布すっからかんなるやんコロチこんばんは、やっほー。モスバーガーハーフサイズあるんですかね、わかんない。でも切ってくださいって言ったら切ってくれるシステムなんじゃない。え、ごめん集合で省いて。いいよ全然ちなみにこのアイコンはハンバーガーではありませんなんなんだ。ライブ行くと活力になりますし、マジ頑張ろうって気持ちにさせてもらえるですよね。あら、いいこと言っちゃって。そのためにコロ頑張ってる。生ウニクリームパスタ仕方うますぎ。もうその字面がうまい。集合と先切りで取る、完璧じゃん。財布すっからかんじゃんムルク君ギリギリまで使ってるでしょその日もう徒歩で帰ってるでしょわーい、神様の仲間入り。神様、ソロと集合交互に撮ってますね。そうだよね、集合も撮ってくれて。一口がちっちゃい。いや、なんだろう、なんか喋ってるからさ。そう、喋ってなければもうガツガツガツって3秒で食べ終わるけど、喋りながら食べてるからちまちま食べて納豆見つぎます。納豆見つがなくていい確実に貯金は減ってます。おはよう、おはようチェキチャはクレカでガンガン課金できるからマジやばい。確かにアイドルの物販って普通は現金だもんね。手紙渡したいからプレゼントを添えて敵になってます。あー、確かに手紙だけ渡すんだったらなんかプレゼント買おうかなみたいな。確かに今度欲しいもの教えて。欲しいものね、ないんだよね。なんかあるかな、欲しいもの、欲しいものなんかあるかな。あ、今欲しいのはタンス欲しい
楽しそうに、なんかあるかな。でもこの間原宿行って結構爆買いしたから一旦物欲落ち着いた。マジ久々にお洋服買った。なんかあるかな、なんかあったら言います。はい、徒歩で帰ってるでしょ、やばい。初見、所持剣面貢ぐか。激辛くんは貢いでるよ、コロニーチェキの枚数で。本当にありがとう、本当にありがとう。本当チェキ取ってくれると本当にありがたい、本当にありがとう。しかも一日にさ何枚も取ってくれるのさ嬉しいけどさ、言うたらさもうずっと同じ顔だしさ、ずっと同じ衣装だし、ずっと同じ髪型だしさ、もうさ何だろう、何回かさ回ったらさもうなんか話す内容も好きちゃってさ、もう本当になんかしょうもないさ世間話みたいなのしたりとかしてさ、あ本当に大丈夫かなみたいな心配になるいつも。こんばんは、リコちゃん早くライブ来て。チェキチャクレカ使えるのかやめとこ。破産するよ。ここ数年貯金が確実にチェキ金に変わってます。いやでもね、私もこの間アイドルの物販行ったけどさ、私結構貢ぎ欲あるの。そう、私もうなんていうの、別に認知されたりとかもうそんなんじゃなくて、もう何、もう今日のライブ最高でした、ありがとうございました、お納めくださいみたいな気持ちなの。まあチェキも欲しい、その子が可愛いから、その子が可愛く写ったチェキも欲しいけど、そうだからなんか、そうしかもライブってね高揚感あるじゃん、うわーすごいいいライブだったって言ってさ、そのいいライブをさ見せてくれた推しメンにさチェキ券1枚いやいやみたいな。いやこれは人の価値観だから全然1枚でも嬉しいんですけど、そうもう最初全然1万円分買おうとしちゃったからね、ギリ4枚にしました。メンバーの皆さんで食べられるように今度お菓子でもキイちゃんに渡しますね。嬉しい、お菓子ね、みんな喜ぶ。なんだろう、そうなんかライブの時とかさちょっと急いでさ、もうお腹にとりあえず何か入れようってご飯入れてライブ行ってみたいな、あお腹空いたみたいな、あでも物販するなみたいな、そう感じのこと結構あるから、あーライブ終わった特典会終わったって後にファンの人からもらったなんか軽食うわ違うな食べ物お菓子とかね、そうがあると、そうみんなテンション上がってる。チェキちゃんの課金画面見てこれハマったら大変なことになりそうだなって思いました。料金上限が月内、そうなんだ。推しにも使ってるけどちゃんと自分にも使ってるよ。あらじゃあたくさん仕事してたくさん稼いでるんだね。まだ食べている。まだ食べてる。差し入れおじさんおるわ。洋服ではなくお洋服というあたりに育ちの良さが出て、え私お洋服って言った？お洋服って言った？普通に洋服って言うよ。タンス屋です。そうなの？本当かな？今日服買ったので7月10日着ていくね、イエーイ。
ライブおしゃれしていこうぜ。ハロースイートハート、スイートハート、声かわいいね、ありがとう。ナムはこんなかわいい声じゃないですか。いっぱい話したいから鬼ループしちゃうね。私もキリちゃんの特典会並びたい。コロネちゃんの歯やっぱかわいいなね、ここね、かわいいんだけど、やっぱね、動画は笑った時にこうへの字になるのが嫌だから、矯正するかな。何回言っても可愛いし楽しい。語彙力幼稚園児なのかな。何回言っても可愛いし楽しい。フォローする承認してください。フォローする承認って何。フォローする承認って何。ループせずにはいられない。コロンちゃんこんばんは、やっほー。リュータン、目の前にいると吸い寄せられちゃう。あ、並ばなきゃって。嬉しい。コロネちゃんと世間話言ってる、コロネちゃんとは世間話しに行ってるので OK。 世間話、俺も貢ぎ癖あるからやばい。滝行とか始めた方がいいかな。いいんだよ、貢げる時に貢ぎな。ライブでレスもらえたら気持ち多めに行ってしまう。レスなんて当たり前にするだろう、推しメンは。え、フィルターなしでこの顔さんですか。ヤバタニ、ヤバタニ。大体インスタライブって漏れるんだよね。イエーイ。クッキーあげた時まこちゃんすぐ食べたっぽくて嬉しかった。そう、みんな、あ、食べ物だみたいな、なんかそんなお腹空いてるみたいな。こんにちは、やっほー。東海行くようだって、また来てくれるの。コールコール、久々に来てくれたのに塩対応だったからな。なんか塩対応のファンの人っているよね。私からさ、久しぶり、元気にしてたみたいみたいな。ウケる、かわいい、元気、元気です。暑いのか寒いのかわかんない、ジメジメしてるのか。帰ってきました、あほー。あっさコロリンコロリンコロコロリン、やっほー。髪紫にしたの、髪紫にした。今回の髪色めっちゃタイプ、何色なんですか。ラベンダーですね。ピンクラベンダー。推しは推せるときに推せ、会えるときに会え、見つけるときに見つけ。だそうです。いやでもほんとそう。でもなんかそう、前のグループ卒業決まってからさ、なんか会いに行こうと思ってたのに、コロリンちゃん卒業しちゃって、卒業ライブもなくなっちゃって会いに行けませんでした、またアイドルやってくれて嬉しいです、絶対行きますっていう子結構いたの。なんか会いに行こうと思っててみたいな、そう、卒業ライブ行こうとしてたんですとか、全然嬉しいんだけどね。そうっていう子がなかなかワンバイに来てくれない。来て来てよ、会えるよ今なら、うん、大工なんで何でも作れますよ、すごい大工さん。大工って何でも作れるの。コロチに会えたら泣いちゃう自信しかない。嬉しい、そんな。でも女の子とか本当に泣いてくれる子とかいる。ずっと会いたくてみたいな。嬉しい、尊いらしい。もう自分にね尊みを感じてないの私一切。だってこんなさ、キャラクターもフレンドリーで。自分的にはもう本当そこら辺にいるよって感じだからさ、もうコロなんかで泣いちゃって大丈夫って思っちゃう。泣かないでって思っちゃう。月間が休みなのでライブあれば行きたいです。平日のライブがね少ないんだよね。
そうコロナだからね、どうしてもそうライブハウスとかも、もう8時撤収とか結構あって、8時撤収しなきゃいけないってなると7時とか、そう7時半とかにはさ、もう特典会が終わってなきゃいけないわけじゃん。じゃあ7時から2時間特典会長くてもするとしてさ、もう5時にはライブが終わってなくちゃいけないのってなったらさ、平日のさ3時とか4時からさライブしてもさ、お客さん来ないじゃん。あ、まあ休みの人いるかもしんないけど、そうってなってさ、イベントが平日に全然ないんだよね。つらーい、平日にライブしたい、平日暇、イエイ。6年前のうたさん急すぎなのよね。まあ私はさ、ちゃんと半年前ぐらいから卒業しますって言ってちゃんとお別れできる期間みたいなのも起きてたからあれだけどさ、やっぱ突然いなくなっちゃうアイドルちゃんっていっぱいいるからね。そう、まあ、それでなんか尊さかん、なんか出してても嫌だけどね。私いついなくなるか分かんないから、いつなんか会えるうちに会いに来てないみたいな感じは嫌だけど、いや自分は歌ちゃん推しなので押せなくなる喪失感を知ってるので、せやな。戸田コロネオタも知ってるもんな、戸田コロネをもう押せないんだっていう喪失感。まあでも一応 SNS とかはやってたしね、歌ちゃんとかもうどこ行っちゃったんだって感じだったもんね。本当帰ってきてくれて神様って感じ。今年受験生なんです、頑張れるお言葉お願いします。頑張れこれ勉強できないから、わかんない、すごい高いとこ目指してるとかそういうわけじゃなかったら、ある程度最低限やってたら大丈夫だよ。ワンバイのメンバーみんな尊い。本当？今日何してたの？今日は撮影でした。イン。何食べてるの？質問詰めですね。半分のモスバーガー。キリちゃんに初めて会った時ライブ中から号泣でした。初めて会った時ライブ中から号泣、どういうこと？この子が運命の子だってなったってこと？尊すぎて涙出ちゃったの？世界一のいいやつがそこらにいるわけないでしょ。世界一じゃないけど、まあ、アイドル界自負してるから今日も可愛い LT、 尊みしかないんだがタガちゃんは一生尊いと思ってくれてるみたい。バイバイ、おやすみなさい、バイバイ。そう、夜勤だから昼なら何曜日でも行ける。あ、そうなんだね。昼来れる人結構さ、そうやって聞くといるからさ、やりたいよね。キルも3月3連休の時金曜ステージは行けずに特典会だけ聞きましたね。あ、そうなんだ。安定の可愛さ、ネイルもやさげ、うれしい、イエイ。ハンギョドンの本垢で入る方間違えた、バイトだった、アイコン変えたな、やっほー、ギョドンちゃん、コロニャン、コロニャンです、やっほー。髪の毛かわいいよ、いい女すぎるよ。でも今日はいい女じゃなくてアホな女だけど、髪紫似合ってるね、嬉しい。三つ編みおぼこくてかわいい。おぼこくてって何？方言わかんないよ。おぼこくて、幼くて、はあ、早く会いたい日、嬉しい。コロに早く会いたいと思ってくれてんの。コロもみんなに会いたい。塩対応でループします。オタクの塩対応ループ待ってます。心配になっちゃう。仕事終わってまいりました。部下がのオタクしてました。急な喪失感。お疲れ様ね、喪失感だね、それは。お疲れ様。去年の自粛期間の時に配信で知って、それからライブ再開まで4ヶ月かかったから、やっと会えたみたいなで、ああ、そういうことね。やっと会えた感はね、涙出ちゃうね。武道館行こうな。武道館ね、立ってみたいね。
ちゃんこんばんは。やっほー。恋春ちゃん、あれじゃない？ケンゴくん推しの子じゃない？恋春。長くインスタライブやってるとやっぱ後から来てくれる人いるね。ピースコロちゃんだ。やっほー。髪の毛が紫になったコロンチョ、録画にしてるよ今。馬先の人たちに可愛いですよね、この方って自慢してきた。可愛いって言ってたから私も嬉しくなった作文なのよ、うれっぴー。そう、なんかバイト先の人に見せたら可愛いって言ってたみたいなエピソードめちゃくちゃ聞くのね。そう、ホラーの人が言ってくれて、もうそういうのも超嬉しい。マジでそういうちょっとのことでさ、誰これみたいな、ねーってフォローしてみようってさ、フォローしてくれたりとかするからさ、最高。布教活動最強、最高。明日フル装備、カッパ長靴で応援します。天才、準備万端、楽しみ。明日雨嫌だけど晴れないかな。そうです、覚えてくれてる、嬉しい。だってなんかいっぱいコラージュじゃないや、ね、動画作ってくれたりとか、あとチェキホールドも作ってたよね、あれめっちゃ可愛かった。コロチ選手です。イエイ可愛い、ファンサ欲しいな。 KXKX0003 どうも。欠かさずインスタライブ見に来てません？加工なしですか？かわちい、一応加工なしだけどインスタライブは漏れるので。コロコロしてて、コロンチュかわいいね、コロコロしてるみたいです。お元気ですか？お元気です。キリちゃんに会う前にキリオタと仲良くなって飲み行ったりしてました。すごい推しに会う前にもうファン同士で。応援ありがとうございます。難関校の中の入るのが数十人の専門学科を目指しているので、その言葉が大きな力になります。本当にありがとうございます。わ、上目指してる人ごめんね、私本当勉強できないからさ。そう、勉強できるってだけですごいなって思う、ね、そんな難関校を目指せるだけで頑張って。そう、何かにさ向かってさ、受かりたいとかさ、ここに入りたいとかでさ、結果がどうであれさ、それに向かってさ努力した時間っていうのがね、私素晴らしいものだと思ってんの。突然すごいいいこと言った本当に。そうだからね、何か夢を持つってことはすごい大事なのよ。別にその夢が叶わなくても、それのためにそう一生懸命勉強したり努力してきた時間はさ、自分の何かになるわけじゃん。そうやってもう苦しい思い、辛かったけど頑張ってきたみたいなのがさ、そう、その人に何かなるわけですよねえねえ、うがい手洗いとだころね語呂いい感じして全然良くないけど明日会議、元気出る一言お願いします。会議頑張って、会議頑張って。めっちゃ可愛い、笑った。可愛い要素あったかな。ファンのことコラボライブしないんですか？コラボライブしたい。あ、昨日さ、戦慄かなの様がさ、ファンのことさ喋ってるインスタライブしてさ、コラもやりたいって思った。でも前からね、ずっとやりたいやりたいって思ってたんだけど、やりたい、今日もやろうか悩んだけど、今日ちょっとグダグダ喋りすぎだったの。コロンチでライブ中ファンにレス結構送る、なんか赤のサイリウム振ってくれてたら絶対に1回は見る。うん、だし、うん、なんだろう、ステージバーって動き回ってさ、そこで止まるとことか結構見るレス。うん、目合わせてる。なんかこうやって指さしたりとか振り付け的にできないとこあるけど、できるとこはなんか赤いサイリウムの人たちって思ってみたりしてるし、赤いサイリウム振ってなくてもそう目の前にいる人とかはめちゃくちゃ目合ってるはず。でもさ、ステージからのさ目合ってる合ってないってさ、なんか分かんないじゃん。
そう、だからその人のさ後ろをさ私が見てたとしても、さその前の人はさ、え、私の方見てくれたみたいになるわけじゃん。でそれめちゃくちゃいいことなんだけど、そうね、いっぱい見てる。だから逆にさ、私はこうやっていっぱい見たつもりだけどさ、え、今目合ったかな、でも気のせいかなみたいな、俺の隣の人かもとかさ思われてるかもしれないしね。受験したことないな。受験したことないの受験したことないの。ご飯食べてきます、また来るね、いってらっしゃい。タトゥーおしゃれ、うれぴ、やっと10会える、チェキ取ろうな、やった。誰か、か228る、昨日見ました、昨日見ました。ああ、かなのちゃんね。昨日かなの様の配信ずっと見ております、暇人です。え、思ったよいるなって手大きくないですか、手肌綺麗だし、手大きい、私ちょっと分かんないね見せ方手大きい女の子にしては、女の子って赤ね、了解。コロンちゃん赤のサイリウム、イエーイ。コロンちゃん話が上手すぎて勉強できないなんて信じられん。なんていうの、勉強できないとさ、そういう地頭っていうか分かんないけどさ、そう、仕事はできる方だと思うよコロなんだろう、あ、まあ仕事内容によるけどね、やっぱ向き不向きってのがあるじゃん。そう、レッスン欲しいから赤持ってく、次から。うん、嬉しい。そう、なんかね、あと、あの、お客さん側、客席ってさ、こっちはライター当たっててさ、ライブ中は暗いじゃん。だからね、サイリウム持ってる方が見えやすいんだよね。そう、全然サイリウムなくてもお客さんの顔見えるとこもあるけど、結構広い会場とかで、ちょっと後ろとかだと、そう、その前の人は見えるけど、見えなかったりするから、サイリウム持ってたらちょっと遠くとかでも、あそこに私の歯いるのかなと思って意識してみたりする。もっと頑張って赤振ります、嬉しい秒線を噛む好きよ、なんか流れてた。動画見るときのアップが尊い、本当。カズレーザーさんみたいな衣装着てけば最低1回はレスもらえるってことですね。違う、いや、なんかね、服はね見えない。そう、結構なんか全身赤のコーディネートしてくれるファンの人とかたまにいるけど、見えない見えない見えない。てか、なんだろう、赤なんか蛍光イエローとか着てきたらさすがに見えるけどさ、普通の服のレベルの赤あんまりね、暗いからさあんま目立たないかも。まあ、光全然明るいとこだと目立つんだけど。ほうれい線のケアってどうしてますか、これ前も聞かれたなハンドクリーム何使ってるの。ハンドクリーム使ってないな私手のケア全くしないんだよね。そう、肌強い、肌綺麗なの。パパママありがとう。私髪の毛と肌がね綺麗なの。もうそれってさ生まれ持った遺伝子じゃんね。ありがたいわ、ありがたいわ。ちょっと毛が生えてますけど。サイリウム慣れなくて他のメンバー歌ってる時戸惑う確かに、ずっと赤持っててさ、あ、コロネちゃんのとこじゃないなみたいなこの赤のサイリウムをどうしたらいいかみたいな。全然普通に振ってていいよ。てか、なんか、まあそう、赤とかさ他のさ黄色とか緑とかさ他のメンバーの色とかも振ってくれてるけどさ、もう自分たちのライブの時にサイリウムを振ってくれてるってことが嬉しいの。そう、だから赤がいたら赤こうやってバーって見るようにするのは当たり前だけど、そう、なんて言うんだろう、そう、だって自分のさ出番になった時にさ突然さサイリウムの数が少なくなったりとかしたら嫌じゃん。そう、だからもうこうやって別に何色でもいいから自分たちのライブしてる時にもう振ってくれてるだけで嬉しい。客席は暗いから細かい色までは判別できないそうですよね。そうそう、高校生の時文化祭でステージ立った時マジ真っ暗すぎて見えなかった。文化祭なんて一番見えないよ。
なんかもうだってスポットライトがさ、ライブハウスみたいにめちゃくちゃあるわけじゃないじゃん。そうだからスポットライトがなんかライトがバーってあればさ、こっちからこっちに当たってるけど、そこら辺は明るいから最前とかさ 2,3 列目のお客さんまでは見えたりするけどさ、文化祭なんてさもう最低限ステージだけをさ明るくする。そうだしさ、なんかわかんない、どんな客席かわかんないけどさ、客席となんかダンスあったりとかさするとね、暗くて何も見えないよね。羨ましいな、肌綺麗な人って。そうでも普通に顔の肌は荒れるけど、ライブ行った回数まあまあ積み重なってきてるから、最近は振りがわかるため、ペンラ振りながら真似しやすいとこ上半身だけで踊ってる。かわいいそう、それやっとね、そうわかるわかる。そうやっぱライブ重ねてきて、やっと今持ってる5曲が、ああこれがどの曲で、あれがどの曲でみたいな、ああサビでこれだみたいなさ、分かってくるとさ、だんだん楽しいしさ、なんか乗りやすくなるよね。今日もかわいい、うれぴー、白玉。僕はまだ復習しています。明日から授業が始まりますね。明日から授業が始まるの、頑張ってね。お勉強ですか。僕は乾燥肌だから綺麗になりたいな。でもコロもね乾燥肌な気がする、まあ、顔ほんのちょっとって感じだけど、もう乾燥肌の人に比べたらなんてこっちゃないと思うんだけど。そう足とかもさ、なんかボディクリーム塗ってますかとか言われるけどさ、ほんとたまにしか塗らないんだよね。よくこんな何もしないで、こんないい肌で会ってくれてるなって思う自分で。やっぱかわいい、こんばんちゃやっほー。ライブ中意外と常連勢少ないから、クラップを主導しないとって感じてます。嬉しい。そうやっぱまだね、デビューして3ヶ月だからさ、そう曲ここで、あ手拍子のとこだとかさ、あここでまこちゃんとかさやるじゃんっていうのを分かってる人がさ、こう率先してくれてたらさ、他の初めて見た人もさ、あ手拍子とかさやってくれるからさ、そう、 そういうの分かりやすくなんかやってくれる人もありがたい。道が好きなのだ最近は。道ね、コロンチ歌うしね、道いいよね。初ワンバイなんだけど聴いた方がいい曲ある。ワンバイの曲聴けるのが今 MV がワンズアンビションっていう1曲しかなくて、あとはワンバイの公式ツイッターに春の風の1番だけのライブ映像が載ってるから、そう、それしかね曲聴けるところがないの。そうだからその2つは絶対見てほしい。君の声の頃のクラップするよ、好き、嬉しい。クラップするよわあ、かわちいです、嬉しいです。ワンバイワンすごい、嬉しい。ああまだ食ってる、食い終わらない一生。インスタコラボライブ、コラボライブとかしたらみんな嬉しいのかな。トリマワンバイカオランめっちゃ高いですな、嬉しい。コロが顔ラン上げられてますかね。まあでも最近どこのアイドルちゃんもみんな顔ラン高い。いっぱい話してくれるからご飯進んでないいいの、なんかもう普通に我慢はしてないよ。コラボライブしたいな、もちろんです。さきちゃんが今日あげた TikTok めっちゃ可愛いからぜひ見てくださいわかった私さきちゃんのあのお腹出てるやつ好き。さきちゃんのお腹ってめっちゃ綺麗な腹筋してんの、本当にいいよね。それを見せてくれるから本当ありがとうございますって感じ。コラボライブ見たい。ちょっと今日はグダグダ喋りすぎて元気なくなっちゃったから今度にするわ。でもコラボライブできる顔面の日が少ない。
コロチが一番好きだって。嬉しい。コロンチのこれもいつもよく言ってるんだけどさ、コロンチのファンってさ、コロンチがさ、まあ、自分で勝手にさいいやつって言ってるからさ、オタクもアイドルに似ると思ってるのね、コロは。だからコロのこと好きって言ってくれる人もいい人だと思ってんの。まあ、てか思ってるっていうか本当にいい人が多いの。だからそうグループも3つ目だけど、そうどこに行っても応援するよみたいな人もたくさんいるし、そうコロだけじゃなくてワンバイに入ったら、じゃあ1回はワンバイメンバー全員に挨拶しようとか、たまには他の子行ってみようとか、そうこの子可愛いんだよって私以外のメンバーもなんていうの、布教してくれたりとか、そう箱押ししたりとか、そうグループ全体をなんか広めてくれようとしてくれるいい人がめっちゃいいのね。そうそれめちゃくちゃ嬉しいんだけど、でも本当いい人すぎて、そう逆にあれコロ一番だよねってそう心配になるぐらい他のメンバーをなんかツイッターで紹介したりとか、そう今日はそうね、メンヘラみたいじゃんね、えコロ一番だよねそうだからやっぱね、うん、別に2番でも3番でもチェキ取りに来てくれたりとか話しに来てくれたりとか、そうえサキちゃん推しなのに私のとこにも来てくれたのみたいなのって本当に嬉しいし、え私を一番にしてよなんて全く思わないけど、そうコロが一番だよって言ってる人が、そう他のメンバーのことばっかなんか広めたり宣伝したりしてるとあれってなるキリさんもそんな話してました。確かにキリちゃんのファンもそうだと思う。そうキリちゃんもいい子だから多分いい人が多いんだと思う。そう私はいいやつでキリちゃんはいい子なの、いい人なのだから一番って思ってる人は一番って一番アピールしてね。コラボ相手に立候補したいな。いいよ。今度喋ろ。コロチおるからワンバイ知ったんだから、コロチ可愛いの当たり前よ。嬉しい。そう、分かってるんだけどね、心の中では。顔面偏差値高すぎる。全然だよ、もっと可愛くなりたい。動いてる姿見れて嬉しい。やっほーゆうくん、忙しいのかい。ワンバイファンのトップオブいいやつ目指すわ。無理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 、それはもうコロンチのファンの中からしか出ないから。コラボライブにリクエストしといていざ参加したら全然喋れんくて死にそうになったことあるまああるあるだよね。優しい嬉しい、たくさん行く、イエイ。コロンチ行きたくなってしまうのよね、嬉しい。そうまあでもなんか友達ポジションだから何それ可愛いメンヘラコロでも女の子とかは結構なんだろう、コロネちゃんしか見てないよみたいな人もたまにいるけど、最近コロネちゃんのことを知りました。こんな素敵な方を今まで知らなかったなんてもったいない。嬉しい、そんなこと言ってくれて。素敵じゃないよいいよもらった、万歳万歳。コロネちゃんが一番だよ。棒読みだな。タラちゃんは言われ慣れたか、言い慣れたか。今日現場実習で疲れたから寝るね、おやすみ。今日も可愛いかつ勝つまたよ、ありがとう、お疲れ様。現場実習あれで入院してます。あそうなんだ。でもなんか怪我したみたいなの、怪我じゃなかったんだね。
コロナなのか、入院中なのね。早く治るといいね。自分もコロンチ建国の次に席取ったのはキリちゃん。キリちゃんね、キリちゃんの綺麗さはやばい。あーもう、そう、しかもなんかまあわかんない、コロンチとキリちゃん似てるって言ったらあれだけど、そう、誕生日一緒だし、本質的なものが一緒だからさ、そう、コロのファンの人が全員キリちゃんに行っちゃいそう。いいんだけどね。ルカちゃんとかコロンチに一途、確かに女の子一途でいてくれる。一押しじゃなくてもファンはファンなのにピエンってやつファンだよコロンチファン、キリちゃんは本当にいい人すぎるね。そういえばこの間知り合った子はコロンちゃんのこと知ってたよ。本当？有名人ってこと？捻挫もしたしコロナにもなって踏んだり蹴ったりです大丈夫なの？早く良くなりなさい。さきちゃんしかって感じだったけど完全なキリチューになっちゃった。すごい、キリちゃんの力。キリちゃん前のグループの卒業の時のインタビュー見たらコロチバリに熱かった。そうなのよね。なんかもうコロンチはさ、まあ、言うて初見でもさあ、なんかこの子は苦しい子なんだなみたいなわかるじゃん。なんかキリちゃんってさ、意外とっていうかさ、秘めてる情熱タイプじゃん。そうね、まあキリちゃんにはそういうなんか同じマインドを感じたからお友達だったんですけど、この間キリちゃんのインスタライブでちょっと話してたけど、コロのファンの名称ってあるの？コロのファンの名称ない、コロのファンの名称ない、コロのファンの名称ない。なんかそういうの一回考えたことあるけど、ないないです。コロン調子の皆様、戸田コロネオタク、戸田コロネ推しの皆様、以上です。ありがとうございました。微妙な絶妙な箱推しってどう思うの？5人とか4人になっちゃうとか別にいいんじゃない？だって7人だようちら。だって箱推しって言ったってさ、じゃあ48グループ全員推すなんて無理じゃん。いや、なんだろう、まあそれはもうちょっと例えがあれだったわ。48はもう48としてね、まあ、推しがいるけどグループが好きみたいなのあるからね。そう、コロチーズ、コロチーズの皆様、ワンバイの一押しはコロンチで不動です。嬉しい。あんま一番ってもらったことないタイプの人間だから、誰かの心の中で一番になれたんだったら嬉しいです。ありがとうございます。でもまあ会えてないのでコロチに会いたいと思ってるよ。会いたいって思ってることは伝わってるよ。いっぱいメッセージも送ってくれるし。戸田コロネオタクです肩幅広すぎないその服で、見てこれさ、リンちゃんの衣装ぐらいさ、ここのパフでかいんだけどね、すごいよね。あインナーが見えちゃった。いやめっちもう可愛げのない、なんかボロボロのヒートテックですけど、なんでヒートテック着てんの？一押し決められずにうろうろしてる。あ、そうなの？一押し決められてないの？まあでも本当なんか最近のグループってさ、誰押しても損じゃないっていうか、なんかもう可愛い子多すぎてさね。でも逆になんかさ、もう可愛い子とかさ、顔面タイプの子とかさ、なんか見た目のバリエーションっていうかさ、もういろんなアイドルちゃんいるからさ、逆にそういう中でさ、なんか、まあ、コロンチューのファンはそう思ってくれてるか分かんないけどさ、なんかこういう性格でこういうところが中身が好きみたいなところまでなんか関係するのがいいよね。なんか見た目だけじゃない、パフォーマンスだけじゃないみたいな、そう、もうなんか全部合わせて押せるみたいな感じで、そうコロンチ押してもらってるのかなって思うと、そうすごく嬉しい。
化粧薄くても可愛いね。なんか化粧薄くなっちゃったんだけど、リップ取れちゃったし。こんにちは、こんにちは。本当今まで推してきたアイドルで一番推せるのはコロチ。ウレンジーニョン。そう、長くもうさ、アイドルオタクやってる人とかにさ、そうやって言われると本当嬉しい。さきちゃんから入ったけど、今はコロンチュ強めで推してるし、キリちゃんも好きだし、まこ姉さんも好き。みんなチョキ。DD みたいで罪悪感あるけど、全然いいんだよ。無理だもん。私も、この間、リコタニエンとチェキ取りに行って、ヌーちゃんともチェキ取っちゃったし。はぁ、かわいい女っていっぱいいんな。かわいい子多すぎる。それなすぎる。ね。だからその中でね、出会えて押されるって最高ですよ。押し多くてお金が足りない。それな。他にもさ、たくさんさ、アイドルグループいるわけでさ、その中からさ、ワンバイに出会うのもすごいしさ、ワンバイだって7人いって7人から押し選ぶなんてマジ大変だよね。中身好きじゃないとファン続けられない。嬉しい。大丈夫だよ、コロンチは。マジで。純粋に無垢だから。知らんけど。肩幅が広い人の方が発言に説得力が増すっていう歌詞がヤバティにあるんよ。当たってるね。そういうことらしい。説得力があるみたい。本当かな？説得力なんてあるんかな、私。総合優勝コロンチです。嬉しい。総合優勝なの？本当？だってコロンチえげつないほど可愛いんだもん。いやいやいや、マジ顔面だけで言ったらそうでもないよ本当に。ずっと思ってるけど、可愛い子だって一回でもいるじゃん。私はね、顔だけで戦えるようなものじゃないです。君らが好きなんじゃん。許してほしい。全然許す。でもわかんない。そうやってなんか絶妙な箱推し、4、5人推しとかでコロンチュ熱って言ってた人が結構その 4、5人推してる中でさ、その時の週なんか何ブームみたいなのって起こるじゃん。最初はコロンチュ推しだったんだけど、最近さきちゃん来てるんだよねとかさ、悲しいな。いや悲しくはないけど。集合を取るしかない。それでしかない。ワンバイ単価高い。単価って何？チェキの？コロネちゃんの人間性も含めて好きだからもう一生好き。ありがとう。まあもうね、4年とか押してくれてる人はもうね、コロンチュの中身とか好きでいてくれてるんだろうなって思う。可愛いだけじゃやっていけないからね。これは本物の本物のとか言い方やばい。ガオちゃん偽物かと思うぐらいなんかさらっとコメント来たからびっくりしちゃった。先日かなのさん、ブレッジー、ちょっとこんな顔、こんななんかアホみたいな髪型で申し訳ないですが、あおちゃん、ガナモ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 ちゃん、昨日インスタライブ見てました。リクエスト送ったのに承認されませんでした。まあファンの人との時間だったからね、このうちはいいんです。パーテーションあるのが普通だと思ってるから集合の時の近さやばい。ね、私もそれ思った。集合の時って、なんか自動的にパーテーションなくなってるやんと思ったね。ワンバイのメンバーみんな魅力的なので推しが増える人たくさんいると思うね。見つかりたいよ。初見です、こんばんは。やっほー。10はやて37。
明日もたくさんチェキ取る。ピッじゃなくて先日さん、先日さんの登場リクゲスト気づかなくてごめん。明日のワンバイ楽しみすぎるな。カナオちゃん、カナオちゃん今顔面できてないのコラボしようよ。カナオちゃんのフォロワーください。今じゃないコラボじゃあ今見てくれてるファンの人とコラボをしたいと思いますって言って先日からの召喚するチートすぎる。コロネちゃん仕事終わった、ヤッホー。あゆかプリン燃えたねえ私2日お風呂入ってないので今日は勘弁。わろたウケる。じゃあいつかしましょう。いつかしよう。あのちゃんファムファタールも見ます、楽しみ。野外のファムファタールとか超良さそう。イエーイ。コロも2日間お風呂入ってない日全然あります。レッチユ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 、今見てる60人目撃せよ。はあ、嬉しいな。頑張ります。ほんとマジでしれっとコメントあって偽物かと思ったわなんかさ、私のホラーの中にもさ、かなのちゃんのさアイコンとかさ、そうとんちきちゃんのアイコンとか使ってる子いるからさ、普通にそういう流れかと思ったら本物だった。かなのちゃんのフォロワーくださいわ。マロタ野外で雨のファムとか超レアね。なんか尊みマシマシ。そうなんか雨がさんさんと降り注ぐ中のファムファタール野外ライブ、絵面強キャー、なんか恥ずかしくなってきちゃった。うれちい。喉を痛めないようにライブ頑張ってくださいね。優しいんだね。大丈夫、梅雨はジメジメしてるから喉大丈夫、潤ってる。ワンバイ滑って転ばないでね、激しいからダンス優しいかよ優しいかよって、こんなお言葉遣いで申し訳ござんあらすなんか私がカノンちゃんの特典会並んでるみたい、つらい、はあ、大丈夫です、任せてください。野外ライブ得意なんで任せてください、ぶっ放しますから。嬉しいな。先だけど8月28日は確実に行くね。明日もファムファタールさんと一緒だし、8月28日もゼップ羽田に出るんだよ。午前あらすでもそんなステージさ、びっちゃびちゃみたいなことあんのかな、わかんないけど。いやだ、ちょっともうなんかこのファブカナノのファビュラスすぎるアイコン見るだけでなんか自分の画面見せるのが恥ずかしくなってきたいける。スクショタイム欲しいです。スクショタイムしよう。ワンバイワンの YouTube 見ました。早く質問の後編見たいですね。質問の後編楽しみ。優しいかなのちゃんでした、ありがとうございました。はあ、尊いな。ファビュラスって感じだ。ダメだファビュラスって感じだとか、なんかもうクソみたいなファビュラスの乱用時間忘れて見てしまう。なんか写真見たらステージ濡れてそうだってよ。まあでも野外だから普通にそれなりには濡れるか。ゼップハネタ絶対行きたいね。楽しみ、みんな来て。ワンバイの時間になってさ、お客さん
なんか全員なんかいなくなっちゃうみたいなの寂しいから、みんな来て、スクショいつでもしていい感じですかお姉さん。スクショ、スクショ、まあするのは自由だけど、ポーズ取る。ピエン、ちょっとかなのちゃんが来てくれたの嬉しい。許可くれれば勝手にステージ上がってタオルで拭いとくけど。スタッフさんやん。でもステージスタッフさんが拭いてくれると思う、さすがに。はい、スクショタイム。スクショテーム。リップでも塗ろうかな。あ、リップ塗ってください人、リップ塗ってください人、リップ塗るよ。コロンチが8月のライブ予定を教えてくれたから仕事ずらした。ゼッパ羽田申し込んだ、当たれ、イエーイ。でもゼッパ羽田さ、一般抽選だけだっけ、一般も開始してなかったっけ。ブドンチュ、これがブドウってこと。はあ、あ、このインスタライブやる前にコロンチョ新しい投稿したからみんないいねしてね。あとツイッターにヤネちゃんとのツーショットあげたからみんないいねしてね。頼みマンタだよこれ。こんなオレンジだったっけ。なんかインスタライブさ、なんかフィルターじゃないけど、でもなんか色味違うよね。ピヤン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 。リップない、リップないんですけど、違うリップ持ってきたはずなのにリップない。まあいいや。はい、チーズ。下手かよ、スクショタイム。なんか突然漏れなくなってきた。あ、これぐらいの距離がいいんじゃない。もっとこれかな。あ、お得意の、お得意のこれ。いやー、懐かしい曲が流れております。スクショタイム。スクショタイム。あ、なんかかわいい髪型みたい。犬みたい。犬みたいだ。スクショしてたらスリープした。あるある。電源ボタン押しちゃう。これ今来た人からすればさ、あれ画面止まってるってなりそう。ガチャンコ。スクショ撮れたかな。可愛いの撮れた人はコロンチに送ってください。よろしくお願いします。大事なことなのでもう一度言います。可愛く撮れたスクショはコロンチに送ってください。よろしくお願いします。ストーリー出して布教する、よろしく。まあ無加工の写真を
出すことないからな。かわいい、そっと押しそう。倒れないで。スヌーピー、スヌーピー、こうやってやったらなんかかわいいけど、ライブでやったらもうなんかこうやって外にこうやってなって、なんかアホみたいになりそう。もうちょっと髪の毛が長かったらな。でもエクステつけたんだった。あ、大事なこと思い出した。私さ、思い出すとき大きい声出す癖あんだよね。明日の髪型どうしようか悩んでるの。ツインテールか。すごい、なんかダンキッズダンサーみたい。編み込みツインかな。編み込みツインかな今のところ。あー壊れた。あーごめん見てなかった。犬好きだよ。犬好き。犬派か猫派かっつったら、猫派か犬派かっつったら犬派。猫も可愛いって思うけど、犬っていいよね。はあ、トイプードル見てるだけで多分なんか殺人の件数減るもん絶対に。もうなんかトイプードルがさみたいな言ってる動画をね、もうなんか新宿とか渋谷とかにね流した方がいいと思う。それぐらいあれのね、そう、破壊力、癒し効果はえげつない。もうね、全てがどうでもよくなる可愛さ。もうあれってね、犬にしかできないのよ。本当にすごい。猫でもできるけど。僕んち3匹いる。あら、そうなの？お、犬飼ってんの？いいな。そう、犬飼いたいって思って一人暮らししたから買えんじゃねえと思ったけど、ちょっと世話見れないわ。普通に自分の面倒で自分の面倒で精一杯です。てか犬なんて飼ったら一生家から出れないし何もできなくなっちゃうわマジで。まあでもさ、犬は散歩しなきゃいけないから。猫を飼うとね家から出れなくなるっていうけど、コロンチ犬顔って感じする。うん、コロンチ猫じゃないよね確実に。犬部屋可愛かった。犬前髪セットがうまくいかないのでアドバイスお願いします。前髪はね綺麗に切る。あと前髪が厚すぎるとセット難しいから、そう、ちゃんと濡らしてドライヤーで分け目がなくなるように整えて。見てやば。そう、もうなんか変なところでこうやってパカって割れたりとかしないように濡らして、ドライヤーでバーって分け目なくして、そうで、こうやってまあこういうブラシじゃなくてコームとかで整えて、そうで、このね真ん中らへん、目にかかる範囲のところだけをこうやって取って、まっすぐしてストレートアイトン、アイトンストレートアイロンでこうやってシュンって、でこっちはこう、こっちはこうで、コームでこうなじませると。すごい今おままごとみたいなね。アイロンないのにさ、それっぽくやってさ、はい、こうしてこうと。そんな感じ。でも絶対にケープ、絶対にケープ。もう前髪なんてねすぐどっか行くから、こうやってなんかこれだってもう変だし。次はレトリバー買いたいから、次こそは名前コロネにしたい。でかいコロネやな。猫飼ってるけど犬も飼いたいね。え、猫も飼いたい。コロンチ猫アレルギーなの。くしゃみ出ちゃう、痒くなっちゃう。
ミニチュアの1個小さいサイズダックス。ミニチュアの1個小さいサイズダックス。ミニチュアミニチュアダックスってこと。超かわいいじゃん。まあ私絶対トイプードルがいい。もうトイプードルしか欲しくない。あとなんかトイチワワ、チワワとトイプードルのミックスとかあるよね。マルチーズとかかわいい。もうね、あのふわふわちっこいしか勝たん私。あのこいつら自分が可愛いって分かって動いてるよなみたいなタイプの子犬しか好きじゃない。いや好きだけど、大型犬よりも子犬、子犬がいい。ティーカッププードルがいいもん。俺は前髪ないです。じゃあ大丈夫です。エクステめっちゃ馴染み髪ですね。ね、すごいよね、綺麗だよね。ここ見えてるけど、プルエクステここ見えてるけど、エクステって感じしない。かなのさんですか。かなのさん、さっき言った子犬だとポメラニアンが好き。ポメポメも可愛いよね。ポメラニアンとかって言われてる。なんかね、でもくるくるの毛か短い、 あんま短髪好きじゃないけど、なんか長髪好きじゃないの。ロン毛好きだよ。ポメはちょっと長髪すぎか。もうちょっとくるふわふわがいい。くるくるふわふわ。あ、ポメも物によってか。物とか言っちゃった。違う今なんかあのふさふさタイプのポメラニアンを想像してた。それはカットすればいいだけか。丸っこい感じのね。カニヘンダックスっていうの、あ、知ってる。カニヘンダックス、カニヘンって言ってた。カニヘンダックス聞いたことある。でもパパが犬飼ってる。パパが飼ってるダックスもカニヘンダックスなのかな。だから聞いたことあるのかな。わかんない。ドーベルマン飼いたい。ドーベルマン、ドーベルマン飼ってる人なんてそうそう見なくない。スタートインクルさん、早くワンバイ来て。サキちゃんとお揃い。ノアくんなの。ノアくんなの、すごいね。サキちゃんちプードルいるよね。かわいい、かわいい。あ、なんか前髪分けツインテールしたいなって思ってたんだよね。 K-POP みたいな感じで。おでこ広。キッズダンサーなのよ。この編み込み具合が。センター分けセット上手くなりたいな。髪色も相まって K-POP 三つよし。ありがとうございます。ケープ買いに行きます。ケープは今すぐ買って。短いくるくるのリュウさんとか、そうそう。え、知ってるの、すごい。うん、聞いたことある。全然知らないかと思いきや。白くてコロコロしてる犬も好き。わかるわかるわかる。ポメラニアンは抜け毛多そうで大変なイメージ。わかるわかるしか言ってない。俺はブルドッグがいい。ちょっとね、ブスカワっていうの、ブサカワか。ブサカワ、ブサカワ、ブサカワ犬あんまり刺さらない。名古屋行ったもん。いや、マジで名古屋来てくれたのはびっくりした。本当に嬉しかった。なんか友達連れてワンバイ来て、みんなで。今度物販行った時にノアくん見せていい？かわいいんだよ。見せて。ノアくん、なんとか変ダックス。おでころねみたいですね。おでこ出してるのほんと好き。そう、 おでこファンがいるのよ。コロンツの歯ファンとおでこファンと涙袋ファン、マジで多い。
おでこと涙袋と歯だけでいいってこと、もしかしてもしかして歯毛やん。一回前髪なくしてみたいなとかも思うけど、なくす機会がないよね。もうボサボサです。はじめまして、やっほー、キッズダンサー、キッズダンサーコロネちゃんもかわいい、嬉しい。コロおでこ綺麗。そうなの、デコピンしたくなるおでこで有名です。いや、もうかれこれ何時間何時間インスタライブしてるのだが、だがや、歯矯正しちゃう？いつかは矯正する、いつかは矯正します。もうコロ決めたの、まず優柔不断すぎてさ、もうみんなが歯矯正しないでとか言うしさ、この歯みんな可愛いって言ってくれるし、私もこの歯の可愛さわかるからさ、うんって思ってたけど、でもやっぱ出っ歯なの嫌だなとか、動画映り悪いなとか、いろいろもうほんとあっち矯正したい、やっぱもったいないでずっとうろうろしてたんだけど、やっぱ矯正するのは矯正しようって思った。これ矯正する、いつかね。まあ矯正なんて言うてさ、何、じゃあ矯正しますってさ、明日この歯じゃなくなるわけなくなるわけじゃないからさ、だんだんこの歯がさ綺麗な歯になっていくからさ、そのだんだんをさみんなも見るわけじゃん、だからあんま違和感ないと思うんだよねって歯医者さんにも言われた。私はコロネさんの足が好き、コロの足はみんな好きコロの足あんまいい足じゃないって思ってる人いるかな。まあもうただ細いだけのガリガリの足が好きとかいう人は好きじゃないだろうけど、歯オタクみんな矯正しちゃうのって言って、くーちゃんも矯正始めるの、くーちゃんも矯正始めるの、一緒だね。でも矯正ちっちゃい頃にしたことあるんだよね、ちっちゃい頃っていうか中学生の時、そうこのガタガタが全然治らなかった、治らなかったっていうか、そう子供の頃にやっても結局大人になったらだんだん元に戻っちゃうんだって、だからまた大人になったらやり直すっていうのはあるあるですよって言われた。なんだそれ、中学の時に矯正した意味ないじゃんって思ったけどね。3時間だギャー3時間やってんの私、3時間喋ってんの、すごくない？まあ、キリちゃんもすごいやってるよね、ハベニオタク最近ハベにしない、いやめっちゃ気をつけてるからだけど、あと今使ってるリップが全然ハベにしない、優秀久々のコメントがハベニオタクかよ足が細くて長いし肌が綺麗という完璧だと思ってる。そうなん、そうなんですよ。そう、なんか前ツイートでさ、コロンチュの足はただ細いわけでもなく太いわけでもなく、ちょうどいいところが魅力だって自分で書いたけど、そう、それとそう肌の綺麗さ、自分で言ってるなまあちょっと今膝小僧ちょっと毛生えたりしてますけど、そう、あと適度に白い肌、そうめちゃくちゃ真っ白ってわけじゃないけど、そう、あとなんかムチムチなのよね、痩せてもムチムチ、イエイ、ありがとうお母さんお父さん、私にこの足を授けてくれて。コロの鼻ミョーンってしてる顔好き、どういうこと、鼻ミョーン、こういうことんってことミョーンって鼻って何、そのままがいいと思うってやった、いやだ私はもっと可愛くなりたい、可愛くなりたい。アイドルちゃんみんな矯正していくイメージだから、その歯のままでアイドルとしてやっていてほしいのが本音。コロネコロネって言われたいやわかるよ、わかるんだけどね、いや今はいい、
でもね、年取る前に、年取る前に歯きれいにしたい。てか歯きれいにしたら可愛い。てかなんていうの、地上顔というかさ、やっぱ女優顔というかさ、綺麗な肌に見えるからさ、肌じゃないや、そうなんか整った。あと顎とかもシャープになるの、ここが。そうなんかただガタガタな、なんていうの、出っ歯でもなく、ただ八重歯だけだったら全然直さないんだけど、そう出っ歯っていうか、まあ、ここだけが出てるんだったらいいけど、ここら辺が結構全体的にそう上の歯出てるから、そう横顔とかやっぱそう口出てるっていう感じになるし、そう3時間目か、2時間ちょっとやったのかもっとムチムチでもいいよって女の子に言われた。ムチムチなとこ残しといてって言われた、なんかリプで。最近これ痩せてきたねって。大丈夫、痩せてもムチムチだから全然大丈夫、安心して。ガリガリになる日なんて来ない、きっと。今矯正してるけど元の歯も良かったかもって思うことたくさんあるし、今のコロンチの歯可愛いと思うからたくさん悩んで気持ち。そうなんだよね、わかる。だから矯正してなんていうの、矯正しなきゃよかったって思ったらもう終わりじゃん。そんなことはないと思うんだけど、何、まあ、さっきも言ったけど明日バッて変わるわけじゃないからさ、だん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 綺麗になって、だん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 そう熱波もなくなってってさ、やっぱ実感する期間があるからさ、やらなきゃよかったってなることはないと思うけど、でもやっぱね、写真で見た時にさ、じゃあこの刃みたいなのがなくなってさ、なんか自撮りした時にさ、なんか可愛くないなみたいなってなったら嫌だよね。まあだから私はもう決めたの、矯正して。なんか私がこの歯を直すか悩んでる理由って、まあ、言うたらここじゃん、この刃感が買うわけじゃん。別に出っ歯はどっちでもいいじゃん、言うて出っ歯好きな人もいるけど、そうここが可愛いじゃん、笑った時にね。そうチャームポイントだと思ってるし、そうだから別にこのままガッて出っ歯だけ直せるんだったら直したいけど、そんなことはできないから、そうだから一回そう矯正して、もう元のっていうか、本当はあるべき正常な位置に綺麗にパーって直して、それで八重歯がなくなって、どうしても写真が可愛くなく見えるとか、なんか可愛くなくなっちゃった気がするって自分で思ったら、もうセラミックで八重歯つけようかなって思ってる。そうもうそこまで考えた、じゃないともうね、矯正する決断がつかなさすぎて。そう私コロネちゃんの前歯の2本好き、ね、それもよく言われるここも好きってよく言われる。下がったがただし、下直した方がいいと思う。赤ちゃんの歯みたい、本当に乳歯私一生乳歯ありのままでいいんじゃんって言われたいやありのままを生かす可愛さになりたい。そんなこと言ったらさ、もうすっぴんでいいじゃんってことになるやん。そういうわけにはいかないのよ、可愛くなりたいんで。そうねえ、可愛くなりたいな。俺しゃくれだから直したいけど年だからな。しゃくれてたっけ、しゃくれてるイメージないけど。女の子座りするとすごい綺麗な写真が撮れると思う足の話してるな。ムチムチしか勝たん。コロニャン、ヤッホー。私、あ、読んだ。すごいその歯が個性的だと思うんだよね。わかるよ、わかるんだよ。コロだって、コロだってわかるのね。やえばねえ、いやでもやっぱね、なんかワンバエの YouTube とか見ててもさ、そうなんか無意識にさ、ガハハハハって笑った時のさ、ここら辺のなんか表情とか口元がさ、やっぱなんかまあ自分的にはね、すごい映り悪いなって思うんだよね。そうね、アーカイブ残そうかな。さっきのは
鼻の下ミョーンです。さっきのは鼻の下ミョーンなの？どれの顔かな。初めてコロンチの下の歯見たけど赤ちゃんみたいで可愛い。そうなの、赤ちゃん歯ガタガタの赤ちゃんなの。そう、あと歯医者のカウンセリング行ったからさ、中に寄ってるって言われた。こう、うん、俺もコロネさんみたいな歯並びめっちゃ似てるかも。え、もうたまに言われる、歯並び一緒ですって。たまにいるんだよね、こういう一本後ろに生えてて刃みたいになってる。おっしゃ、なんでアーカイブ残してほしいの？アーカイブって残してもらいたいものなの？コロネちゃんがなりたいコロネちゃんになってほしいって思ういい男かていい男かて。生活してて歯で不便を感じてるなら直した方がいいかも。あ、そうなんだよね。だから矯正ってさ、なんか別に可愛くなるとか以前にさ、なんか噛み合わせが悪いとかさ、歯ぎしりしたりとかさ、何か不便があったら直したらいいと思うけどみたいな。別にこれで生活できてるからわざわざ直さなくてもいいものではあるからみたいな。まあでも歯の健康的にやっぱ噛み合わせ良くはないから、絶対に。そうだ、噛めてないとことか、噛みすぎちゃうとこがあってなんか虫歯になったりとか、そうなんか声とかも後ろに隠れてて、そう歯ブラシしづらいから虫歯になりやすいとか、健康面的にそうあるから。さっきのスクショタイムコメントなしで撮りたい。あ、そういうことね。え、ね、思ったの。確かにアーカイブってさ、コメント表示されないよね。私的にはそれ悲しいんだけど、確かにスクショ撮りたい側としてはアーカイブでスクショ撮ればいいのか。だってみんなさっきいっぱいたくさん撮ってくれたけど、アーカイブで撮ったらいいのかもしれない。私歯並び悪くて口の中めっちゃ噛む。あー、確かにね、そういうこととかね。あと私はね、口閉じないよマジで。なんかまあ口開いてるよってちっちゃい頃にマジ言われすぎて、うんって閉じるように直したから、そんなポカーンってずっと口開いてるようなことは大人になってからはないけど、そうやっぱ出っ歯だし口出てるから、そう口を閉じづらいの。そうあとはなんかステージ上とかもさ、笑っててさ、なんか歌って笑って踊ってってさ、歯が乾いてきてさ、この笑った形からさ戻す時にさ、乾いてると引っかかんのよ、んって。そう、そういうのとかね結構嫌なの。画面タップしてコメント消してスクショ撮ってるね。でもなんかさ、半分しか消えなくない？画面タップ。俺はやえば前に出てるね。やえばね、私のさ、これやえばじゃないからさ、そうちゃんとしたやえばの人はさ、もうこのがっつりさ上から生えてさ、結構もう唇が傷ついちゃうみたいなさ感じで生えてる人とかいるからね。わかる、乾いて引っかかるのね。そう口閉じれなくなっちゃう。そうまあだし、口がで、ここ歯が前に出てるからんって閉じる癖があるから、もうおのずと口角がね下に下がっちゃうの、こうやって。そうだからこれが引っ込んで普通に閉じた時に普通のこれぐらいのね口になれたらいいなと思うし、そうなんか矯正したらさ、ほうれい線深くなるよとか言うけどさ、逆にこのさ、この口が出てるからさ、ここにこう溝ができてると思ってて、そうまあとかね、まあ、顔もちっちゃくなるとか言うし、まあそんなんやってみないと分かんないけどさ、可愛くなりたいのね。まあなんか今の年ぐらいだったらこれが愛嬌で可愛いねでいいけど、まあ老けてきたらね、さすがに綺麗な歯でありたいし、言うて矯正もさ2年とか2年半かかるからさ、そろそろかなって思ってきてる。口角下がってる顔見慣れた感ある。そうまあ別になんか口角下がってて可愛い人もいるけどね、
桐谷美玲さんとか。コロッチ好きすぎる。嬉しい。やっほー。なんか首が出てきたから、はい、そろそろ終わりにしようかな。なんか誰かと喋ろうかな。ちょっと元気じゃないからちゃんと喋れるか心配だけど、元気じゃないっていうか眠いやべ、寝落ちしてた。でも矯正って高いよね確か。そうなんだよね。おやすみんちゅ。私を寝させるの早くね。あー眠くなってきた。そろそろ終わりにしようかな。おやすみんちゅ。矯正ってそんなに時間かかるんや。そうなの。まあただちょっとガタついてるだけとかだったら1年とか1年半で終わる人もいるけど、私レベルは絶対に2年はかかるね。そう、中学の時やってた時も2年はかかりますって言われて2年で治んなかったし。コロチのインナー久しぶりに来た。やっほー。ちょっと誰かと喋れた。なんかもう一人で喋るの疲れた。なんか締め、誰かと締めの言葉。締めの言葉。なんか男の子構えちゃうから女の子がいいな。リクエスト、女の子だと思う人リクエスト送って。女の子だと思う人、まあそっちは顔出さなくてもいいし。矯正してたけど途中で歯茎痛くなって辛かった。そうなんだよね。私も中学の時にさ耐えられなくなってさ、2年やっても治んないじゃん、もうやだっつってやめちゃった。マウスピース矯正いいよ、ワイヤーでやるの。ちょっとね、コロナ歯並びはねワイヤーじゃないと治らない。そう、歯も抜かなきゃいけないし。女の子だと思う人からリクエスト、絶対男だろう。ね、誰か女の子リクエスト送って。心は乙女なんだけど。心はね、別に男の子と喋りたくないわけじゃないの。今ね男の子と話せる自信がない。もうなんか別にさ、女の子だからってさなんか気抜いてダラダラ喋れるっていうわけじゃないけどさ、やっぱなんだろう、物販の時とかもさ女の子来てくれたらさ、なんか友達感覚で喋れるというかさ。そう、誰も送ってくれない。ワイヤーだと笑った時に見えるの恥ずかしかったね。そうだよね。でも最近なんか見えづらいワイヤー矯正とかあるけどね。女の子だと思う人リクエスト、コラボリクエスト送ってください。コラボリクエスト送ってください。リクエストしたいけど緊張。ねえ、会ったことあるじゃん。してよしてよしてよ。女だけど緊張するから無理、ごめんね。なんか私が振られてるんだけど全体的に。女の子頑張、女の子勇気出して。絶対さ、女の子おいでとか言われなかったら俺絶対送ってたのにみたいな感じでしょ。でもなんか来てる人送ってみよう。これはなんかわかんないけど、今一人許可してみたよ。見てる？見てない？承認して。承認したんですけど。ちょっとこれからタイに行って女になってきます。少々お待ちください。ちょっと待ってるわ。リクエスト送ってくれた人、リクエスト送り返したんだけど、
おじさん相手にも優しく話してくれていつも感謝です。いやいや、おじさんとか関係ないからね、本当に。なんか送ってきてくれた人に返したのに、返ってこない。無視されてる私。誰か。あ。やっほー。電波が悪そうだね。ほん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 、聞こえますか？え 切れちゃった、振られちゃったみたい。振られちゃったみたい。振られちゃった。千葉ゆなさんのインラインみたいな展開。千葉ゆなのインラインもこんな感じだったの。じゃあもう男でも誰でもいいから送って。切れちゃったのね。切れちゃったみたい。二人に無視された。誰でもいいから送ってください。パッパパパッパッパンパンパワガパガパパパカパカパン。コラボ送ってください。誰も送ってくれない。もうやめろってこと？もうやめろってことなのねえ。知ってる人と話すのはおもろすぎでしょ。ウケるウケるウケる。いやいや、もうこんなんさ、友達と電話みたいな感じやん。コラボするようになったの？え、なんか初めて。初めて見てなかったんだよな。一人目でーす。ひげ生えてるじゃん。オフ、オフじゃん。いや、マジ、今、本当にシャワー浴びて、戻ってきたら、なんかコラボ始めてたんだけど。それでさ、なんか何かわかんないけど、コラボ、そうそう、送ってこいって言われたから、とりあえず送ってみたら。まさかの書かれてしまった。他誰もいなかったの？いや、何人かいたんだけどね、無視された。あ、そういうこと？そう。そう、びもっくりやで。う、たくさん来てくれてる。サキリン。やめとけやめとけ。サキリンを。やめとけやめとけ。で、こんなんさ、逆にさ、なんかさ、知らん人さ、フラって入ってきてさ、え、何コロンチ男の人とコラボしてるっつってさ、あ、まあ、もう確かに。フレンドリーすぎてさ、友達。確かにね。あ、友達みたいなもんよな。ボサボサ。まあ、友達やで。同級生だもんな、もう。来てる。同級生いたの。無線接触じゃん。何無線接触って。オンラインで。無料でコロンチと話せて。ああ、そういうことね。あ、そういうことね。嬉しチェキチャよりコスパいいじゃん。もうライブ行くより。いや、本当だよ。もうライブ行かなくていいな。やめろ。これライブ行かなくていい流れでさ。考え慣れてる。したいことありますか？コロニ？うん。コロニ聞きたいこと？今もうない。更？まあ、たくさんコメントもしてくれたしね。まあ割とね。どうしようかな。なんか、三つ子か。考えてないけど。なんかさ、危ない、危ないインスタライブみたいになってるよ。ちょちょちょ、いや、あ、そう、なんかさっきの流れがあるからね。流れから、そう、流れが。そうそう、さっきの流れがあるからね。そうそう。じゃあ、いっぱい。まあ、私は、まあ、プレゼントとかはいいや。あ、そうだ！待って、言うの忘れてた。もらった洗顔料めちゃくちゃ良かったよ。マジで？使めったちゃの？くちゃ良かった。え、化やっ粧と使っ水はた使の？ったって言ったよね。あ、言った。え、そうで、洗顔料は、なんか、もうなんかさ、高い、いい洗顔料って感じだったからさ、あ、もういいよって思ったんだけどね、すっごい良かった。マジ？いや、一緒に使うよってちょっと思ってたんだけど、やっと使った？ ほんとだよね。やっとな使んっでた。そんなあ、だけ使ったんだよっつって。よかった。じゃあ、そあれのうちまた持っていくわ。あざっす、そんなそだのうけちまた。
見つがれの会みたいになってるけど。違う違う違う。できる。ありがとう。はい、コメントすごいよ。ガチの同級生のあれって書いてきた。会話ナチュラルすぎておもろい。ナチュラルすぎておもろい。ファンとの会話じゃないのよ、これ。本当に。いける。ありがとう。あ、じゃあね。バイバイ。またね。明日、行くわ。あ、明日。予定。これはここかな？あれ？違う。あ、どこできんのこれ。わからんす。ね、切れてない、切れてない。切れてない、切れてない。あ、じゃあね、バイバーイ。切れてない。切れるはず。あ、できた。で、間違えてさ、かななちゃんのさ、コメントの固定消しちゃった。ピエンだよ。初めての。初めてかな？初めてだと思う。コラボ送ってくださーい。いつも来てる人がさ、来てくれたからさ、マジで。友達みたいな。友達みたいな。あ、かなちゃんのコメント固定しないと。これこれ。これこれ。これがないと始まらんて。クロール送りました。おもろかった。明日行くわが普通の学校のノリ。ウケる。友達じゃないよ、ファンの人だよ。でもファンの人だけど、あの先リンガチ勢だから。そう、コロンチは友達みたいな感じだから。はい、リクエスト待ってます。リクエスト、あ、選んだ。やっほー、こんばんは。よどんちゃん、なんか加工つけます。ねえ、しない？ねえ、待って、私がコラボする人全員なんなの？なんか、やばいとかないわけ？確かに落ち着いてんじゃん。え、何みたいな。ないちょっと。え、かわいいじゃん。かわいい、ありがとう。イエーイ。イエーイ。いや、比較的いつも、あの、行かせていただいてるんで、ちょっと。来ていただいてるんで。ちょっと行っちゃってるんで。ありがとうございます。かわいいな、今日も。ほんと？かわいい。え、歯もいい。ね、歯並び悪いんだよね。かわいい。そう、一人で見たら、かわいいってなるけど。自分直したい。かわいいよ。弟とかいるんですけど。紹介して、紹介。ちょっと映って映って。一瞬一瞬。顔。あ、やっ、中3の弟でーす。自信きすぎてた。今ちょっと課題やってたけど、なんかコラボライブ始まってる通知来て、え、行くよねと思って。来ました。バイトだったから、ちょっと。お疲れ。ありがとうございます。明日はちょっとバイトなんですけど。あ、そうなの？外を物販。外だと思う。物販だけ行けたりってするのかな？しないと思う。でもさ、だってさ、野外会場じゃん。もうその会場、その野外、ここから入る。仕切られてる。ゲートがさ。仕切られてはいる。そうそう、どうしようかな。まあ、なんかメイビーミー好きな友達が多分行くの、うん、だからもしかしたらちょっと、うん、あの代わりに行ってきてもらってってちょっとか、ね、あのビジュによってはちょっと、あ、コロンチのチェキお願いしますって、お願いします、頼むかもしれない。頼んどいて。それはだって紫さ、またさ色落ちしたらさ、なんかね、うん、こう最高潮な時に撮れないよね。そうだよ、だって今日もこの間それで逃したもん、あのピンク可愛かった時だから、もう名古屋は無理と思って。ね、ピンク落ちるの早いしね。そうなの、紫も早そうだけど。確かに、もう元がブリーチしてるから。ねえ、やばいんだって会話が。ただの女子トーク。じゃあ、あのあれやるね、あのこう興奮しちゃってるファンみたいな。あっ、やって。あ、どうも。
どうも、はじめまして、コロネちゃんですか？コロネさんライブ見てましたよね。そうです、私が戦ってますか？緊張します。緊張してないのよ。演技下手なのよ。でもなんかさ、物販さ、マスク越しじゃん、ファンの人は、うん、そうね、だからこうやってそう、そっち側がなんかマスク取って話してるの、なんかし、何 なんていうのこういうの、なんていうのこういうの。なかなかにない。新鮮新鮮。あ、新鮮。新鮮出てこんかった。でも私はあの、なんかさ、ハゲにさ、なるやつあったじゃん、 TikTok の加工で。何？あ、なんかあの毛の捨ててくやつ。そう、 毛がないやつ。毛がないのと、なんかふざけて TikTok 撮ったのをコロンチたちメンションして、うん、あ、見た。使い方よ、見た。せっかく見て、なんか変なのやったからと思って、ちょっとなんか緊張するようで緊張しない、これ。緊張しないよ。いや、ちょっとしてるよ。あ、ほんと？ちょっと物販の時の方が緊張しないかも。あ、ほんと？いや、だってなんかもう慣れてはないけど。もう、とうとう見なくなったでしょ。いやね、そんなことはねそれはちょっと語弊があります。お姉さん、ありがとうございました。ちょっと課題やってきます。頑張って。ありがとう。また明日頑張ってね、ライブ。うん、頑張る。バイバイ。あはーい、消します。はい。はーい。ウケる？全員友達なのよ。はぁ。こんなインスタ、コラボインスタライブ見たことないよ。不特定多数に見られてる感がちょっと緊張する。ウケる。友達の会話すぎる。ウケる。え、ゆうちゃんとコロネちゃんと羨ましい。お二人とも可愛いです。そう。ゆうちゃん。ゆうちゃんでした。ああ、面白い。コラボした瞬間に視聴者数増えた。あ、これね、なんかコラボすると、なんか戸田コロネさんと誰々さんがコラボ始めましたって、またなんかね、再通知みたいなの行くんだよね。そう、来てくれてありがとう。アーカイブ残して。オッケーオッケー。コラボしたい。コラボしよう。送った送った。受ける。送ったよ。女の子と話せた。女の子と話せた。イエーイ。僕もやりたい。やっほー。こんにちは。あ、男？男です。おー！あ、なんかいいね。みおちゃん、アルコン。あ、みおちゃんです。なんか、最近、うん、ずっとマネキュア好きだったんですけど、うんうん、で深瀬美穂さんがめっちゃ好きだったんですけど、うんうん、それでなんかどっかでなんかつながり出てきたんですけど、それで見つけたんですよ。あ、じゃあなんか美穂ちゃんがフォローしてるからかわかんないけど、そうそうです、そうです。嬉しい。なんで まだ全然新人で。新人。戸田コロでフォロワー新人。はい、全然新人ですね。嬉しい、ありがとう。はい。そう、みおちゃん、みおちゃんは2人でご飯行くぐらい仲いいよ。あ、なんかあげてましたね。そう、最近は全然行けてないけど、会いたみ。ちょっと2人のツーショット見たいです、また。じゃあ、連絡しときます。まあ、向こうも忙しそうだからね。お願いします。そうですね。ライブ最近、ライブはまだ行ってないんですよね。え、マネキケチャも？マネキケチャも行ってないです。え、そうなの？そうですね、なんかグッズとかはめっちゃ買ったりしてるんですけど。あ、え、東京じゃないの？はい、自分ですか？はい、自分大阪です。あー、そうなんだ。はい。あ、じゃあもう遠征したいとライブ行けないって感じで。そう、いつか行きたいなと思ってるんですけどね。あ、じゃあ生みおちゃんにもまだ会ってないってこと？でもまだ会ってない。あら、そうなのね。
はい。なんだ、もうマネキュチャーさんはめちゃくちゃ言ってて、そう、私のこと知ってるのかと思った。いやいや、全然まだ新人なんで。新人？あ、じゃあもう、あ、はい。アイドルオタク新人ってことね。あ、乃木坂めっちゃ好きなんです。うんうんうん。乃木坂さん。で、それで、ちょっとアイドル見るようになって。うん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 。嬉しい。ケチャも昔から見てたんですけど、最近そう好きになって。俺ピア。いくつ？いや、あ、今18です。若っ！いや、思ったわ。そう、あ、なんていうの、おじさん、おじさんって言ったらいいけど、おじさんとかはさ、まあ、はいはい、大阪に住んでる人でもさ、なんか、はい、まあ、会おうと思えばさ、自力で行けるというかさ。はいはい。そう、だからずっと応援してるけど、まだ行ってないって言ってたからさ、え、もしかしてめちゃくちゃ若いと思った。あ、そうね。え、次大阪ないんですかね。大阪ね、まだ決まってないの。そう、来てほしいですね。ねえ、ねえ、コロナだからあれだけど、でも、はい、まあ、名古屋の遠征この間したし、結構、やっぱ東名阪って言うじゃん、はい、そう、だから大阪のライブ、アイドルイベントとかは結構あるから。ああ、はいはいはい。まあ、そのうち。ね、あると思います。はい、お願いします。ありがとう。なんか聞きたいことありますか？聞きたいこと。いや、なんかちょっと、これ、いや、聞いていいかちょっとわからないやつがあるんですけど。うんうん。え、なんかちょっと、昨日かな、YouTube 見たんですけど、モンバイワンの、うん、年齢いくつなのかなと思って、あーめっちゃ気になった。そう、なんかモンバイの、はい、めっちゃ調べたんですよあ、めっちゃ調べたの？めっちゃ調べたね、全く出てこなかったから嬉しい。あ、そんな出てこないもんかな。いや、出てこなかった。1時間ぐらいずっと携帯ってことそんなに気になったんだ。はい、いける、嬉しい。そう、なんかその、そう、めっちゃ YouTube 見てくれたのも嬉しいし、そう、 YouTube でも言ったけど、そう、はい、直接聞いてくれたら答え、はい、まあ、これは直接だけど、なるほど、なるほど。そう、なんかここでさ、バッて言ったらさ、広まるじゃん。はい、あ、なるほど。そう、じゃなくてさ、あ、じゃあ、そう、直接会った時にさ、いくつだよって言ってさ、はいはい、広まることはないから、そう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 、あ、まあ、隠してるわけじゃないんだけど、そんな上じゃないよ。分かってます、分かってます。なんかさ、ワンバイでさ、一番年上って言うとさ、え、もしかして結構行ってるみたいなさ、はいはいはい、感じあるじゃん。はい。まあ、分かんない。18歳からしたら結構行ってるかどうか分かんないけど。はい。いや、ま、全然、そう、もうフォローしたのが1週間とか前なんですよね。最近じゃん。もうちょっと前、なんかピンク髪の投稿上げてたじゃないですか。うんうんうん。最近ピンク髪の子にめっちゃハマってて。で、ちょっと待って、ピンク髪の子。そう、ラベンダーって言ってた。大丈夫そう。いや、全然大丈夫です。え、嬉しい。って言ってたんで、そう、ピンクのやば、ピンクのやばい人おると思って。やばい人、言い方、うん。あ、かわいいって意味でね。かわいいって意味でね。ピンクにしてよかったわ。いやー、めっちゃいいと思います、そっちも。ちゃんと、いつか会える日を。いつか、お願いします。なんか、嬉しい。ね、遠いからこそ、こういうとこでね、話して嬉しい。あ、はい。嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございます。はい。はい。わーい。はぁ。すごい。楽しい。みんなとおしゃべりした。あれ、これ何してんの？ファンの人とコラボしてる。ね、大阪の人と話せた。嬉しい。イエーイ。思い出作り。千葉江さんの時は12以上やってたかと。でももう、緑茶割り飲んで顔赤いので、みんなの見て楽しみます。コラボしたい。コ
ラボしたいってみんな言ってくれてる。さっき全然誰もコラボ送ってくれなかったのに人がやったらみんなしたくなるんだねそんなことしてたんや、いいな。そうやってみた。そうでももう今日さ、インスタライブもうなんか2時間半ぐらいやってんのね2時間ぐらいか、2時間ぐらいか、いや3時間、もう3時間経った。そうだから締めでちょっと誰かと話そうかなって思ったけど、そう話し始めたらみんな したいみんなしたい。送ってみた。もう3時間半やりすぎだろえ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。え、嬉しい。嬉しい。ねえ、なんかめっちゃブスなんだけど。いや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 。あ、これつけとこう。おしゃれ。爪と一緒だね。あ、ほんとだ。かわいい。嬉しい。え、嬉しいです。なんか見たら、アイコンのとこにさ、札幌美容室って書いてあった。はい、そうなんですよ。なんか社会人1年目なんですけど、うん、めっちゃアシスタントって感じで。え、美容師さん。はい、美容師です、一応。嬉しい。スクショしていいですか。え、いいよ、確かに可愛い顔しないと。いきます、はい、ありがとうございますやだ、チェキチャ。嬉しいんだけど。まあチェキチャ始まる前にいっぱいやろう。なんか前のアイドルの時からなんかちょっとめっちゃ気になってて、うん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 、めっちゃ見てたんですけど。嬉しい。私北海道なんで会える機会あんまなくて、うんうん、会いたいなって思って。え、めっちゃ嬉しい、やば、かわいい。やっと正しい反応きたわ。かわいい。みんななんかおうみたいな感じ。めっちゃ可愛いんだけど、やば。いや変わんない。これはマジで嬉しい。やばい思い出。やっぱ遠くて会えない人と喋れるのいいわ。嬉しい。北海道来てくれないんですか。北海道行った、一回。え、行きました。ナザレの時。ああ。めっちゃ好きです。本当？あれって言って。あれ。また嬉しい。はい。来てほしいです。ね、北海道ってライブとかしてるの普通に。どうなんですかね。どれくらいの規模でやります？やるとしたら。でももうね、規模なんだろう。10分ぐらい。東京は10分ぐらい。いや、そんな。絶対10分で。ね、札幌ゼップじゃないですかね、やっぱり。ゼップ札幌があるんだっけ。ありますあります。あーあーあー、うん、いやー、そんなゼップレベルまで成長したいと北海道行けないってことじゃん。いやでも来てくれたら本当に行きますよマジで。分かった、来てくれたら。なんかさ、お前から好評感あるけど。分かった来てくれた、名刺みたいな。はい、美容師のエリンゴですって言ったら分かりますか。行きたいね、行きたい気持ちがいっぱい、うん、あ、そうなんですか。嬉しい、嬉しい、うん、名前は可愛い。何ですか、お名前は。何ですか。あ、ユニカなんですうち電波ある。電波の。じゃあまあ会えた時はあの時のゆりかって言って。はい。はい、美容室の札幌美容室の。ゆりかですって言って。そう。さ、モデル募集中って書いてあったから。はい。コロンチュの髪染めます。北海道行ってわざわざ。わざわざ。モデルね。レッティ。じゃあいつか北海道、ね、まあ、いつか東京も来てね。はい、はい、行きます、コロナが収まったらね。ありがとう。ありがとうございました。うん。
またね。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。バイ。はい。てな感じ しました。ゼップ札幌行くわ。ゼップ札幌行くどん。おう。はあ、やっとファンとコラボできたね。やっとできたよ。これがファンとのコラボ。正しいやつ来た。はあ、俺もスクショすればよかった。まあ、ちょっとだけ、ちょっとだけっていうか、まあ、何日間かぐらいはアーカイブ残そうかな。待ってるね、札幌。ありがとう。札幌行きてえ、マジで。可愛いし、見てるだけで幸せ。いいね、たまには。何人か送ってくれてる。最後の一人二人ぐらいにしようかな。送ってほしそうなやつがいたから。いいよ。いやねえ。待って、やばい。はあ、久しぶり。久しぶりです。あれ、髪の毛染めた？え、でもこれは、色落ち。かわいいじゃん。ありがとう。待って、ほんまに会いたいねんけど。かわいい。よかったね。いや。嬉しい。え、緊張する、マジで。久々やから。でも、めちゃくちゃガツガツ送ってきたやんけ。こいこいこい。したいと思って。そう。え、待って、ほんまに嬉しい。かわいくない？ほんまに？え、かっこやけど。いや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 、明るい髪の方が似合う。やった。え、これは明るい？え、明るい。明るい、マジ？オッケー。え、でも最近まで金髪やった。あ、そうなんだ。電波。電波悪い。電波悪い。わかんない、金髪見てないからわかんない。今ぐらいがいいんじゃん。うん。あ、みんなに言われます。言われます。みんなに言われます。あかん、ほんまにかわいい。え、もうちょっとほんまに会いに行きたいんですけど、ごめんなさい。全然いいよ、会いに来てくれてる方じゃん。本当に？だって最後行ったの、うん、個人イベント、写真展、うん、写真展で、うん、会いたい。だアイドルなってから会ってない。そうだね。やばい。あ、え、なんかオンラインかなんかでも見てないの？え、見た見た。最初のあの、ライブは見た。デビューライブ。そう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 。そう最高。当たり前です。あざ。あざ。うわぁ。ほんまに嬉しい。あ、聞きたいことは？え？待って、聞きたいこと？え、やばい、なんか本悪やから何も話されへん。こっちに見られる。まあ、聞きたいけど。聞いたりしてたもんね。うん、そう、元気ない。けど、元気出た。うん。うん、あー、いや、でも会いに行きます、本当に。うん。そろそろ。そろそろ。まあ、いや、そろそろ。ね、大阪の方、早く行きたい。うん。来てください。まあ、いつか行けるよ。うん。1年以内ぐらいには行けんじゃん。本当に？行けんじゃん。でも、名古屋あったから行けそう。そうそうそう。でも会いに行けます。私が。ありがとう。いい、うん、いいオタクだ。かわいい。でも嬉しい、会えてないのに。うん、押してくれて当たり前です。
だって普通女の子はさ、なんか気分嫌だからさ、あこれじゃないみたいな、なんか大阪にこんな可愛いアイドルできたんだ、もうここしかみたいな感じでさ、すぐあるあるじゃん、なんか確かに。でもコロちゃん以外会いに行ったことない。ほんと、うん、うん、すごっ、ほんとすごい。いや本当に、いやマジで緊張してる、めっちゃ。会ったことあるやん。いやそうやけど、いや毎回緊張するあーかわいい。あマジで元気出た、よかった。うん、まあ、とあリクエスト来てるな、話したいんだろうなってそうめっちゃなんか最初送ろうか迷って、うん、そうけどなんか送りたいなって話したい。よかったな。ごめんなさい無線で話してしまっていいよ本当にごめんなさいうん、じゃあな、うん、ありがとう、またね。うん、会いに行く。スクショ撮る？アーカイブでいい？あ、撮る。はーい。撮ります。ちょっと待ってください。え、あ、行きます。はい、チーズ。あ、かわいい。ありがとうございます。すいません。ありがとう。うん。バイバーイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。マジでチェキチャね、みんな言ってるけどチェキチャこうなるのかチェキチャの予習みたい、旅行演習大阪の女の子のファンでしたオタクのあり方学んだ本当だよ、開いた瞬間キャーとか言わなきゃダメだからね、みんな今度ちゃんと準備してるときに希望を送りまくろう。イエーイ。知ってる、遠くて会えない知ってる人が、こうやって久々に話せるのも嬉しいし、初めましての人も会える、喋れるの嬉しいな。今日はここまでにしようかな。わぁ、初めての。でも、チェキチャ始まったらさ、まあ言うたら、まあインスタライブはインスタライブだから、まあ、1対1じゃないし、いいけどさ、チェキチャ始まったら、区別つかなくなっちゃうからさ、そう、インスタライブで無料で話せるし、いいやってなっちゃうのは良くないから、チェキチャ始まったら、あんまり、できないっていうか、やらないかもしれないけど、ね、たまーに、リベンジさせて。現場で会えてるやつはいいだろ、もう。今度、女の子になったらリクエストしてみよう。女の子じゃなくても待ってるよ。ね、初めての人とかともっと喋りたい、ね、長い時間スタライありがとう、どういたしましてね、みんなまたやるわ勉強になりますわ本当ファンサが良すぎてファンサがいいというかマジでもうフレンドリーに接しすぎて、だから尊みがなくなっちゃうんで、分かったでしょ私の接し方で今見始めたけど終わり時でもアーカイブ残すね、はじめましてこちはじめましてじゃないけどリクエスト今度承認するね、ありがとうみんな今度やった時コラボできるように可愛くしておこう、でもいつやるか分かんないからゲリラだから明日楽しみにしてます、ありがとう、そう明日ライブで会える人は会おうね、ありがとう。まあ、また、いつかやるね。いつかやるから、その時はまたリクエスト送ってくださいね。じゃあ、みんなありがとう。受験で今年会えないから話したかった。あらー、また今度やるからまた送って。
嬉しい。長くいっぱいやったよ。ありがとう。明日ライブ頑張って、ありがとう。じゃあね、みんな、今日はありがとう。いっぱい喋れて嬉しかったよ。アーカイブ残すね。じゃあ明日、夏染めでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。暑い。バイバーイ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 。バイバイキン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 。さらばじゃ。3、2、1。